やっぱね。はい、どうも皆さん、こんばんはー。8月11日。こんばんはー。こんばんはー。遅いよ。遅いよ。遅い。遅いよ。8月11日、火曜日、本日は、気候な平塚店から生放送です。パーラー平塚、よろしくお願いしまーす。お願いしまーす。もう相変わらずヘンテコリなことやってくるからね、平塚店はね。はい。はい、ということで、今日はですね、鈴丸と、上海。はい。はい。で、そうです、お送りしていきたいと思いますね。あとで、コラム店長もね、いらっしゃると思いますので、今日はね、まあ賑やかにやっていきたいと思いますね。皆さんよろしくお願いします。まこ、小腹が空いたのでコンソメパンチ食べながら見ます。頑張ってください。ありがとうございます。カップラーメンじゃん。カップラーメンで。あそこはこう、ゴラムロイドの皆さん、こんばんは。こんばんは。先にお風呂行ってきやすい、いってらっしゃい。こんばんは。まこつ、久々に平塚見ます。ありがとうございます。ゴラム出るかな。後で出ます。今日いいね。今日見た人いいよ。え、久々いいね。あ、今日久々に見に来た人いいよって。やっぱね、うん、用意してますよ今日。なんか出てきたよ。今日用意してますから。もうダメだってネットは。そこにね、今ネットはダメだって。ポットでね、今、うん、温めてるから。98度。98度で温めてるから。ネットは危ないからね。本当ね。でも我々はね、やばいよ。もうね、だいぶ期間空いたんで、特殊な訓練をね。そうですよ。受けておりますので、まあ、僕、良い子の皆さんは決して真似しちゃいけないんでね。超破壊生身です。僕は今までね、忙しい忙しいって言いながらね、やっぱその訓練が、訓練がね、やっぱり大事。もう平塚といえばやっぱりね、こう、いろいろねやってきますから。やってきました。はい、よろしくお願いしますね。はい、ゴラムロイド打ってください。ゴラムロイドか。ゴラムロイド、うん、ゴラムロイドちょっと遠いかな。そうだね、打てなくはないけど、うん、はい。平塚アーニャ、刑事の日に会場に行ったけど圧力に会えなかった。本当ですか。声かけてください。いたの。僕ずっといましたよ。うわ、そうなんですか。朝から晩まで。ラッスンご礼来。皆さんこんばんは。鈴丸だ。久しぶりに鈴丸に見れて嬉しいです。マコ、お、鈴丸やん。いや、人気あるな。人気あるね、やっぱり。鈴丸ライダーだ。ちょっとさ、次のやつね。次の週か、うん、次の週っていうか、うん、うちの放送、うん、次の放送ね、はい、つっくん復活しますからね。おお、なんと、つっくんもだからね、復活とか、だんだんあの、なんだっけ、フレンドパークがね、そうだよ、蘇ってくるということ。本物が蘇るよ、本物が。今月あの伝説週間なんで。そう、伝説週間でいきます。なるほど。まあ、じゃあ皆さんには楽しんでもらえると思います。いやいや、よろしくお願いします。ハゲじゃん。おい、言われてんぞハゲって。違うよ。俺俺じゃねえ。俺完全にデコ狭いからねこれ。こんばんは。こんばんは。鈴丸まだいたんだ。いたいた。全然偉くなってる。もうちょっとしたら、うん、まあ店長かな。いや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 、本当に。いや、ゴラムを後ろからさ、ぐさっといけば。あ、なるほどね。ゴラムやっつけて店長になるね。高架機動隊発動です。そう、なんであれか、ウェスカーかな。鈴丸どうした。プロレスラーに転向か。鈴丸全体的に四角くなったの。そう、うん、丸くなった。鈴丸の声、ね、超好きハート、ありがとう。火曜日は一周交代だっけ。純ちゃんは来週です。はい。鈴丸太ったな。痩せたよ。やっぱりね、うん、みんな思うでしょ。太ったんだよ、うん、いやいや、ライズアップ通ってっから。絶対嘘だよ。プーチプーチ。もう言いたいだけですから。言いたいだけ、やりたいだけ。もう散々言いたいだけだから。海打ってください。おきみすりがいいです。私の愛しのコラムはどこですか。愛しのコラム今頑張ってるよ。追われてる。あ、仕事に、ね、追われてる。鈴丸来た。ゴラム引っ越せ。もうすぐ追われてる。鈴丸いつからパンチパーマになったんですか。あ、ほんとに。もう結構かな。違う。幸せ。バカ野郎。鈴丸は、物の消しゴムに似てるな。どこがだよ。物はあの物の青と黒と白の。いやいや、あのパイロットあれ作ってるパイロットっていう会社平塚にありますからね。あ、そうなの。ありますよ。パイロット通りってあるぐらい、はい。初めて知った。じゃあ皆さんが知ってる。そう、うん、俺今持ってるボールペンゼブラだった。パイロットじゃなかった。最悪だよ。課金くんは今日も米待機かな。課金くんいるのかな。うん、課金くんがね、昨日今日2連休だからね。あ、なるほどね。課金くん次の次かな。次の次ぐらいに出る。かき見てるか。今日大当たりしなかったら鈴丸移動だね。違うよ。今日なんでこれがあるかっていうと、はい、今日はね、激圧演出を外したら激圧を食らうっていう。熱湯タオルですね。いやー厳しい。はい、激圧を食らうね。だからあの、みなちゃんの回数数えて、だから例えば10回激圧外したら10発、うんうん、痛い痛い。でこれ連続でやってくの。そう、これね、連続でやるんだ。これ1回の演出じゃないからね。え、何。これ1回の演出で例えば、うん、保留で激圧とか出たり、うん、演出が激圧の出て外したら、うんうん、もうそれ2回、2回だ。なるほどね。
ということで今日は、非常に危険な香りがする稀、にあるあの激アツ全部で外した時ね、はい、辛い、そして、本日の、実践機種ですけれども、はい、CR ミリオンゴートライジング、これ、ね、はい、前回やったんですけど、やったんで1回も大当たりを見せずにですね、できなかった。プライベートでね、打ったんですけど、はいはい、赤保留、疑似山、ライジングゾーン、ゼアス、なんだっけ、天空の扉、ゼウス降臨リーチ、外しました、もうそれで5発ぐらい食えられるね、それこれやったら5発いきますからね、痛いな、はい、俺じゃん、はい、やっぱゴッドのストックは5回って決まってますからなるほどね。そしてもう一機種はですね、こちらも新代、キャプテン翼の方ね、はい、打っていきますので、まあ、どこでもキャプテン翼やっぱ打ってると思うんですけど、まあでも面白いんで、そう、まあ、やっぱスペックをちゃんと見ていくと、ミニガロですね、やっぱ、ああミニガロ、ちっちゃいガロかな、まあ、ガロに似てるところはあるね、そうそうそう、だからまあ打つのも全然いいと思うんですけどね、そうですね、そうですね、はい、ライジング終わりましたか、これから2時間やりますよ。鈴丸結婚した？実はしてません。はい、まだね、いや結婚するときはちゃんとエンデックに頼んで、あ、ちゃんと報告、ね、生放送しますから、生放送ね、やりてーそれ、マジで、パイロットといえばドクターグリップ、ゼブラがとりあえず疑似連が出たら激アツ報告、いや、ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待ってだよ、もうちょっと待ってもね、激アツってノーマルリーチのことですか、何言ってんすか、ゼブラ持ってるってことはゼブラから出るやつ打つのかな、今日は打たないですね、はい、あそこ岡山であんちゃんからライター4本と鈴丸のシールもらったよ、ありがとう、マジで、おー、ありがとうございます。木曜にも詳細、コメント、あ、ありがとうございます。近所のホールのルパンが5台も4パチから1パチに落ちたんだけど、やっぱりケース代ってことだよね。いや、そんなことないですよ、うん、うち最初から1パチにも何台か入れましたけど、結構入ってるんですよ、はい、はいはい、今日だって結構当たってんじゃないですか、20、22、34、42、あ、結構出てるね、すごいじゃん、出てる出てる、へそに玉が入ったら、抽選してるってことは激アツですよね。何言ってるんですか、どこにタオルを当てるの、顔とか、え、脱ぎますよ、もちろん、あ、体を、ね、何言ってんすか、はい、緑保留でも激アツだよね。いやいや、緑保留激アツじゃないでしょ赤以上、でも赤出たらもう激アツっすよ。なるほど、鈴丸が出てる時点で激アツだから、とりあえずネットやろうか。いやいや、じゃあみんな、あ、アトロクさんだね、おかしいでしょ。ルパンはあれカウボーイビーバップに似てるな、うん、水曜のように NG ワード入れたらどうでしょうか、うん、まあ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 、NG番組にね、かぶっちゃきちゃうからね、そうですね、まあまあ今日はね、激アツエースが出たら罰ゲーム、そうそう、一撃クラウドで、水曜どうでしょう的な感じ、水曜どうでしょう状態、どうでしょう思います。そして、ちょっとね、ポスターの方があるんで、そう、こちらちょっと説明してください、聞いて聞いて、うん、まずね、もう言っちゃうよこれ、うん、どうぞ、明日じゃない、明後日、はい、13日、はい、キコーナアイドル育成プロジェクト、イエーイ、キコーナスタッフ の、はい、この矢沢彩菜ちゃんが、はい、見事私のプロデュースにより変わる3変化をね、うん、まあ変月って多分ね、その日はね、うん、もっとね変化させようかな、13日は、うん、いっぱい服着させようかなって思って、今キャバ嬢の友達からね、はい、めちゃくちゃドレスを頼んだら、ね、さっき LINE 来たらね、84件 LINE 来てたっていうね、すげえな、いやマジびっくりしてな、じゃあいろんなコスチュームを着たりとか、そう、を、本当に実際に平塚店のスタッフの女の子がやると、はいはい、朝からです、朝から、はい、あ、じゃあそれは何ですか、もうなんかお色直し的な、イエスの、要は営業中にポン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 やっていくと、でもどんどん喋ってください、もうどんどん、私常に一緒にいますけど、なるほど、触らせはしませんけど、うん、そう、もう喋ってください、私鈴丸プロデュース、そうですね、プリティウマン的な、そうですよ、はい、最初ねオードリーヘップバーンにしようと思ったんですけど、うん、ちょっと服が地味すぎてやめました、うん、なるほど、やっぱキャバ嬢ドレスだろうと思いました。あ、浴衣女子はよ、いや行きましたね、それ、うん、金曜日ですよ、金曜日、毎週金曜日、はい、浴衣女子キコーナの、キコーナ、うん、浴衣ガールズコレクション2015、これは何、金曜日にやってるの、これ金曜日です、これは女子のスタッフがみんな浴衣を着て、みんなじゃないんですけど、うん、週ごとに交代交代で、最低でも絶対3人はいますから、ほうほうほう、はい、でじゃんけん勝つと脱いでくれるみたいな、いやいや、じゃんけんしてこう、わかりました、はい、私が脱ぎましょう見たくないよ、安心してください履いてますから近く、はい、ということで、まあ、女子が絡んだね、そう、これ催し物が結構いろいろ、ここにいる3人本当にいるスタッフですからね、ああそうです、コンパニオンさんとかじゃなくて、はい、うん、こっちから、うん、矢沢ちゃん、うんうん、高木ちゃん、はい、田辺ちゃん、はい、はい、ということなので、yes. ぜひね、今日の平塚店に会いに来てください、はい、ぜひ、はい、来て、はい、来て、はい、水曜日、はい、自分も朝からいるんで、はい、うん、はい、よろしくお願いします、じゃあ早速、はい、シュラの方に移りますか、来ましょう、はい、はい、ということで本日も2時間よろしくお願いします、お願いします、お願いします、
はい、ということでちょっとね、カメラ位置の方直してますんで、いやいいからいいからちょっとカメラ位置調整させて調整させていいから、2人ともおかしいから、いい、いい、大丈夫大丈夫、もうノリがね、もうね、中学生くらいの、ね、いノリだからね、映りたがらやっぱ3日くらい前にあの寿司フェス行ってきて、うん、あのちょっとね、ショーンポールみたいな、久々にね、うん、ちょっと若いのを思い出した。懐かしいショーンポール、ね、そう、ウィービーバーニンとかね、歌ってくれてね、テンション上がった、で若干皆さんあの右目で打っていただけると右目で、はい、逆です、はい、左やんなきゃいけないのかな、はい、あ、なるほどね、振り的なね、はい、左目どこ置けばいいですか、左目左目あ、じゃあ早速打ち始めてください、お願いしますさあ打つか、はい、はい、お願いします。今日サングラスかけてるからね、怖いもんないよ。なるほどね、はい、コメントね、ちょっとね、読んでいきたいと思います、激アツで当たったら、圧力がネットですか、はい、よくわかりませ ん, うん、それそうでしょう。あ、じゃあさ、当たんなかったら圧力さんネットにしよう、うん、いい、当たんなかったら、うん、1回もそう、1回も当たんなかったら、そうそうそう、あ、じゃあ2人が1回も当たんなかったら、まあ、放送事故だけどね、うんじゃあそれはね、謝罪の意味も込めてね、そうそうだね、それでアトロクさんがでさ、うん、店長来てさ、うん、アマネジャーンって打ったらさ、絶対当たるじゃん、うん、ってことは店長はさ、まあね、当たったらさ、うん、ネットでいいんじゃない、店長当たったらネット初、初当たりの回数ネットでいいんじゃん、いやもう連チャン回数ネットでダメだ、店長連チャンしねえんだ、ゴラムさんさあさあさあ、保留映ってるかな、映ってるか、映ってます、はい、あこの辺読んだかな、キャプテン翼の台を蹴り飛ばしてボールは友達って言いましょう、いいね、スズマが出てる時点で激アツだからとりあえずネットやろうか、そういう、あ、この辺読んだのそれさっきもあったよ、うん、読んだの、コメ読んだら激アツですよね、あっちゃん、あれ、平塚って、特徴全くないよね、そう、うん、そう、うん、最近ないの、まあ、あれじゃない、いろんなあの店員が、店員さんがいっぱい出るから、変わる変わる出てるからね、そう、掴みどころが難しいのかもしれない、あ、じゃあ今日は山ちゃんとみたいには、うん、行かないかな、うん、ゴラムさんぐらいで、そうだね、全裸ガールズコレクションの方がいいです、全裸ガールズ、いや、いやだからあれなんですよ、男祭りやるかって話も出たんですよ、あ、それもいいよね、いや、じゃあ男の子祭りでしょ、うん、あ、あの、ふんどしで、そう、男の子祭りだな、なるほど、男の子なので、あの、この間のあの大志くんみたいな、イケメン、女装男子が、イケメンが、うん、今日エヴァ打ってた隣のおじいちゃんが当たらなすぎて切れて画面殴ってヒビ入って故障してた、うわ、かった、やば、怖いな、あれだよ、だだ、浴衣の女子はよ、うん、じゃあその子今日の放送出せよ、いや今今日いないんだよ、うん、休みなの、すいません、お触りはありですか、ダメです、ダメなんですか、じゃあ行きません、これは、ゴラムいないなら寝ようかな、後で来るのかな、ゴラム多分来ると思うんだけどな、うん、放送は意外と好きだからな、水着はあるんですか、水着はないですよ、もう水着は、ない、MC と出演者には喋、らせておいて、リスナーの皆さん今ってやっぱりお盆の回収期なのでしょうか、マヨが言って結構地味だ、結構地味 だ, 地味だ、いやでもまあお盆休み入ってる方もいらっしゃいますけど、なんか昔はね結構なんかお盆は出ないみたいなイメージありましたけど、あとあの給料日後とかありましたよね、前ね、うん、最近は本当そういうのないと思いますね、あんま感じないですね、これがセクハラか、なんか親分いなくなってからはっちゃけてるよないやいや、そりゃね、うん、やっぱね、声に大にして言えないけど、いや声に大にして言いますよ、いいね、見てみたい、来週は、女性が指示出してください、いやそれね、できないんだよ時間帯的に、うん、そうね、ゴラムの制服も見れるかな、ゴラムの制服また見たい、ありますよ、うん、まだある、あれラガーマンはエントリーしてないの、ラガーマンはねエントリーしてないでしょ、ゴッド出ないんだよね、ゴラムはとにかく明るい安村さんみたいに海パンになるんですよね、ベロベロ部長じゃない、あ、よかった、キャプツーバ今日初めて打ったら全然面白くなかったよ、本当に俺初打ちなんだけど、熱森さん水曜日の NG ワード予約します、なでしこ覚えたら入れときます、グラさんに触れた方がいいですか、グラさんは触れない方がいいんじゃない、大体内容がわからない、こんなの男子が面白い台でしょ、キャプツバじゃないかな、キャプツバどうなんですかね、いやけど結局
ね、あの男子が楽しい代でしょっていう、うん、北斗の拳とかもやっぱ男性誌じゃないですか、うん、あそうね、セイントセイヤとか、ね、あとまあ言ってしまえばルパンだって、ね、うん、まあ、そういったメジャーなものがなかなかみんなに受け入れられればいいのかなとは思うんですけ ど、うん、なるほどね、女性顧客っていうのはやっぱ一番でもない、まあ、大事ですけど、うんうん、はい、ゴーグルつけてんのかと思ったらサングラスだった、雑なラッスンこれらやな、絵も嫌いなタッチだし、なぜか前歯一本になるし、お二人に質問なんですが、彼女いらっしゃるんですか？いないです。いやいやいや、君たちね、僕放送見てくださいよ、もう YouTube で検索、うん、検索ですよ。あ、 YouTube で検索するとなんと鈴丸のね、歴史的な瞬間が、そうだよ、プロポーズ電話やってますからね、はい、5000個目で、うん、プロポーズやるっていうやつですね。やりましたね、はい、過去にね、まあ、見事3分の1加速で終わるというね、うん、ああダメか、じゃあ当てんな、音量もうちょっと欲しいな、どっちの音量かな、キャプツバかな、どっち音量、ゴラム温かいしてカップラーメン食べよう、バイト先の子にアドレス聞く流れを教えてください。 弱そう、バイト先の子に、うん、バイト先の子にアドレス聞くのは普通に、なんか今度さシフトとか送ってよとか言えばいいんじゃない。ああ、なるほどね、うん、そうそうそう、放送がプツプツ切れるんですけど皆さんはどうですか。あら、いや、あ、出た出た出た、そんなことはないと思うんだけどな。はい、ネットを買い、ネットタオル、いやいや、そんなことはないと思うよ。いや、違うでしょ。これはゴッドの、ライトミドル潜伏工程を期待、ゼロで、銀狼剣2本、保留疑似さんオープニング予告出たのにリグル緑タイトルでチャンスアップなしで外しました。罰ゲーム受けてください。きついね。でもなんかリグルだからちょっと弱いかな。マジでルパンは役物の合体の仕方とか通常時の、クソ具合はカウボーイそっくりだね。あれもう空き台結構あるし、まあ、導入台数が多いっていうのはあると思うんだよね。そうですね、カウボーイ好きですけどね、うん、私、今日打つまで、5連勝してたのにもう月がなくなってしまったのかな。あら、いや、明日行ったら勝てるかもよ。ルパンは消されたルパンまでが、今までのシリーズの中で一番やな。ああ、一個前か。僕もね、消されたルパン結構好きだ、うん、好きですね。あ、ここは親分のところか、思い出した。あ、ありがとうございます。平塚ですよ。翼の出玉は15ラウンド通常と16ラウンド ST ほぼ同じです。そうそうそう。そうですね、親分とゴラムロイ、ゴラム、どちらの方が店長としていいですか？親分です。親分です、今回負けた人は、来週コスプレで打ってください。ちなみに際どいので。際どいの、際どいって どういう意味で際どいの。絵的に際どいんだ。絵的に際どい、絵的に際どいの。でもさ、視聴率なくなっちゃうんじゃない。そんなことないと思う。履いてますからになっちゃう、うん、ルパンは女子大好きですよ。ルパン、次元、五右衛門、女子の好きな男性のタイプ、この3人のどれかに絶対いる。そうですね、絶対入りますね。マジですごいじゃん。切れますね、切れる。放送切れる。あら、何してんの。私一応今つけてるんですけど全然切れない、ね、うん、あ、そうそう、こっちも切れてない、うん。こんばんは、今日初めて、キコーナー戸塚店に行きました。あら、キャプテン翼当たったよ、おめでとうございます。おめでとうございます。よかったね。今日キャプテン翼で、7K で9連して、その持ち玉で新ルパンで21連、うち18回がマックス。もうすごいですね。結構病みつきになりそう。このね、一撃がねすごいんだよ、ルパンは。嬉しいですね。そうそう、この辺を味わっちゃうと、あのね、やっぱまた打ちたくなっちゃうんだよね。私も最近全くマックスとか当たってないんで、うん、もうダメですね。はい、鈴丸嘘つくな、3分の1なら9割加速だ。9割加速、全く切れない。そういう、そこもやめとけ、今日、チャマ初打ちしたんですが結構面白かったです。お、どっちチャマかな、アマかな。うん、今月22万負けました、どうしよう。つらいつらい、それは結構つらいな。海パン1枚が際どい。マジで勝てないんだけどどうしたらいい。いや、僕もどうしたらいいのかな。いや、多分一回お払い行った方がいい。それはですね、僕と一緒にですね、うちに来たらいいんじゃないかな。いや、アツロクさんどこで打ってるの。キコーナー平塚店。いや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 、アツロクさん打ってるとこは、うん、あれでしょ、秋葉原の。秋葉原ではあんま打たないですね。僕めんどくさいんで、あの家から一番近い店みたいな、そういう選択肢しかないですね。あ、もう私と一緒ですね。だから勝てないんですよ。そう、だから勝てないね。兄弟コスプレはやっぱり、安宗とね、切れてますが、この店は出玉で手間を取らせませんか。出玉で。パーソナル導入してますか。
あります、1円と 0.5 の方にパーソナル、はい、定価値の方ねやってます、はい、こんばんは、初見です、こんばんは、こんばんは、コスプレはともかくふんどしなら際どいと思います、ふんどし、あ、いや、じゃあティーバックで明るい安村っすかね、うん、いや、某ライターさんみたいな感じで、うん、うりえていや、ほら、それはさ、やっぱオリジナリティがないからさ、ないよね、やっぱティーバックでさ、なんかティーバック、うん、ゴッドに 100K、ゴッド 100K 打ったけど当たらない、すごいな、みんなよくそんな持ってんな、アマのコウモンちゃんは17年おめでとうございます、おお、昨日の気候のチャンネル関西のコメが3200いきましたよ、マジで平田も3000コメ目指そうぜ、はい、目指そう目指そう、よし加速しろ加速やめてやめて加速加速、たまに YouTube で気候なの、見るけど、切れてる感じがありますよね、あら切れてる、どう切れてる、怒ってる方、それともキレキレの感じ、どっちかな、どっちなの、どっちなのね、アトクさん、ルパン金サード外しそうですよねですよね、外しましたよこの間、外したんだ、はい、イケメンのアトクさん、まあ、こんばんは、こんばんは、おい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 、いくら払った、ね、いくら払った、最近ね、いくらでポイント制にしてる、あ、ポイント制、そうそうそう、やっぱね、最近はやあのポンタカードとかさ、ポンタカード最近あのポイント流行ってるからね、なんでもありじゃねえかね、あとは米回数でネットで、でも新ルパンは全く関係ないのにガラス窓が騒がしくなるでしょ、リーチすらかからないのに、ね、わざ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 しますからね、うん、安心してください、履いてますよ、女の子と仲良くする話題を教えてください、話題話題、それだってあのリスナーの方の方が分かるんじゃない、そうですよね、うん、加速加速、僕なんて全然女の子と絡む機会ないですからね、そう、でもほらスタッフに女の子とかもいるわけじゃん、スタッフにはいますけど、まあ、うん、まあ相手にされないですけど、おっさんですからね、いや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 、あの一番絡んでますから、ああなるほどね、一番絡んでます、実はね、なんだかんだ言って、新旧ルパン、出玉頂上決戦いつかお願いします、あ、やれたらね、どこかの店でやりたいですね、平塚親分のケース大特集が面白かったよな、あ、やっぱそれ大事ですよね、金サードはアホみたいに外れます、ゴッドビジネンとか激アツじゃん、タオル、圧力最近何件負けてる、それがですね最近ですねあんまり負けてない、負けてないの、うん、そうだね、この間もなんかね某店舗でね花火出してたから、ね、うん、知ってんだよ、知ってんだよ、課金グが目撃してんだよ、見られてる、見られてる、課金グが写メ送ってきた、そうそうそう、写メじゃねえよ、スタイファイトイケメンイコールイケてないメンズ、画面切れとかが画面切れが多い、あ、画面切れ、カメラどっちが多い、画面切れとかが多い、ゴッドの著白海が打ってる方か、うん、自分の方か、画面が切れる、どっちですかね、うん、ちょっとわかんないな、鈴丸ってあのイケメンの鈴丸ですか、そうですよ、イケメンの鈴丸ですよ、うるせえ、うるせえ、黙れ、鈴丸マットで言って、何マットで言って、わかんないよ、マットプレイがしいよ、とつか見て、あ、これあれでしょ、あんちゃんでしょ、そう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 、あんちゃんのさ、うん、マットで言って俺この後知ってるよ、何言うか、え、知ってんの、え、3文字でしょ、そうそうそう、3文字でしょ牛乳でしょ、牛乳、そうそうそう、正解、鈴丸ってあのイケメンの鈴丸そうですよ、イケメンの鈴丸ですよ、最近ダンマインしか打てない、あの ST 体感してから他の台が打てなくなったと、まあ、レイちゃんすごいかもね、ダンバインね、あとはダンバインいいっすね、うん、いい運の波に乗ってるのかな、ちょっとだけ、負けない立ち回りを教えてください、勝ってる時に帰ることです、そうです、そうです、それだけです、ゴッドの実機配信初見だと、 ありがとうございます、実はですね2週間前にもやったんですけど1回も当たらなかったので今日当てたいんですけど、ね、今日当てるためにもう1回やってます、はい、両方大丈夫だよ、切れるっていうか一瞬止まる感じはあるかもしれない、ああ、ちょっと回線速度が遅いのかなかもしれないですね、問題ない、ミルク、鈴丸さんは、あ、鈴丸さん履いてますか、安心してください、履いてませんよ履いてない変な顔面履いてませんよあれ平塚ってで、妨害電波が出てるんだっけ、出てる出てる出てる、いつ当たるの、もうちょっとですよ、昨日性病になったとコメントしたものです、今日診察行ってきました、お二人は性病になったことありますか、ないです、ないです、鈴丸がたまに呼んでたタヌキだっけ、居眠りタヌキチ君のヤブさん元気ですか、あの昨日も電話しましたよ、あ、そうなんですか、はい、電話かかってきて、うん、はい、結構連絡して、元気です、元気です、元気ですよ、おうおうおう、もうね元気なんですけど、うん、関西弁になってて、嘘、
いや、もともと関西の人なんで。そうですよね。でもほら、こっちにいるときはあんまり関西弁喋ってくれなかった。関西弁になってて、なんかあれちょっとなんか気持ち悪いって思いました。これで違和感を感じたってね、はい、当ててちゃんと SE に入れてちょ入れたいですね。ことは辛いよ。圧力いつまで六角の真似してんだよ。花火打ってたら負けないですよね。ノーパンオッツ今日は大丈夫ですが、今まで見てきたのは切れてるのが多かったの。ST 中のダインを打って当たりがなかったよね。アトロカトランスフォーマーで夢見れたのかな。見れませんでした。鈴丸は、履いてないって通報しました。ゴッド揃いまだですか。性病になったとか終わったじゃん。ゴッド揃いですね。ゴッドドッグ揃いか、うん、ね、あれ、うん、ゴッド揃い引いたらさ、うん、やっぱストック5個でしょ。最悪だよ。いや、あのプチュン引いたらもう 5個でしょ。でも見たいね。でもあれ ST 中だけでしょ。そう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 、うん、けどプチョ引いたら5回でしょ。でもゴッドゾロ引いたら何次回確定ぐらい。あ、もうあの保留連保留連確定、ね、はい、あ、いやきついな、怖えな。ちょっとさ、あのスペックの方ね、はい、まだ説明してなかったので、お二人自分の打ってる台説明してもらってもいいですか。はい、じゃあゴッドからいきましょうか、はい、ST 機ですね、マックスの、はい、381分の1、はい、通常時一応 ST 突入率 100%、はい、100% 入るんですけども、うん、ラッシュなのか潜伏なのかで、うん、ちょっと変わってしまうんで、はい、あれですね、まあ、左打ちなのか右打ちなのかっていうところですね。赤柄なのか黄色なのかで、うん、だいぶ変わってしまうので、うん、200回なんで、しかも ST が。そうですね、ロング ST キーなんで、うん、潜伏200回転下手したらハマるっていう。そう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 、だから左打ちで200回回さなきゃいけない。そうなんです、ね、うん、結構厳しいかもしれないっていう、うん、で一応 ST 中が124分の1、はい、なんで僕の知り合いもこの間うち来てて、はい、ボコ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 なんか連チャンしててちょっとイラッとしました、ね。まあ連チャンするときはしますよね。やっぱハマったらでかいですね、うん。最近何打ってもハマってしまう。そうなんです、まあ、そういう時期もあるよ。多分ですよ。確かに299ルパンでターンターン2回とお清見で単発だけでしたが、なぜか財布の中身がマイナス 80K なの。どうして。辛い。なんで何があったの、ね、いや結構ハマったんじゃないの。ハマった以外考えられない。ゴッドって勝てるんですか。勝てる人は勝てると思います。全然ですよね、はい。今日こそバンブルビー6号さんいますか。バンブルビー。いや今日お休みですね。あっちゃんの5号聞きたい。本当の感想聞きたい。ルパンの信頼面白いですか。僕は相性がいいんですね。あ、ルパンだから好きですね。僕あの神奈川で導入の前にちょっと東京に行く用事があって、うん、はい、その時に打ってきたんですけど、はい、その時、まあ、一応ラッシュ入ったんですけど単発くれましたね。あ、まあ、単発は結構ありますね。一応 40% ありますからね。ただ面白いとは思いますよ、うん、ユーザー目線でいけば全然面白い台だなと思ったんで、はい、ギジさん、あ、ギジさん、あ、ギジさん、あ、あれ待って待って、ギジ、え、あれ、ゴッドギジさん、これえ、ギジギジさん来ました。ギジさん、これはもう1ストックですね。1個、いや嘘でしょ。え、いやまだでしょ。だって激アツ予告何も出てないよ。熱いじゃないの、なんもないこれ。何も熱そうじゃないんだけど、チャンスだよ。待って待って待って、これみんな聞こえよ。待って待って、ね、これに乗ってるやつに一応祈る、ね、ギジさんってさ、これ4大重要アクションっていかない、ね、え、あれ、あの火の玉だしよ、ちょっと弱いな。、うん、ライジングゾーンもね、花火柄もね、警告もね、切なもなんもね、じゃあルパン面白いかアンケートしようか。あー、ほら見てこれ、ゴッドスペック、怖すぎる、熱そう。いやこれはちょっと弱そうですね。これ弱いよ。いや、じゃあこれはノーストックですね。そうですね、これはちょっとなんかあーっていうのがない。ギジさんでストックされたらもう俺辛いよ。あそれ言ったらさっきもギジさんあったもん一回。、うん、ゴッドは ST 機なのに、じいさんとか200以内に捨ててくよなと。まあ分かんなかったら捨てちゃうよね。そうですね、分かんない人多いと思いますね、うん、この台は。今日ルパン打ってみたけど、15ラウンドが6連中1回で6000発で終わりました。だけどその後ダンバインとクイーンも打って、やっぱダンバインなんですよ、2万発出ました。ダンバインいいですよ、すげえな。ゴッドの潜伏って何パーセントぐらいあるんですか。ゴッド潜伏ね、これ何パーだったっけ、見たんだけどな。結構あるよ。はい、相当でかいですね、うん、ほぼ潜伏だと思った方が。ほぼ潜伏だけど、うん、その1回当たった後はそう、1回当てて当てて、そうだ、1発目は潜る可能性の方が高いね。
同じ店長でも毎週出る中氏と仕事が溜まってるからという理由で出演しないゴラム。ゴラムは容量が悪いんですか？中氏懐かしいですね。うちにいたんですよ。ゴラムね、容量悪い、うん、この前ブチ切れてやった一体いつになったらバンブービルービー6号いるの？いかわり。いやいやいや、やっぱねその辺はね私も出るタイミング考えてますからね。ちょわか熱い、この辺読んだか。キャプテン翼とか判件が激アツ。確かにそうですね。火の玉軍予告か軍予告あれ火の玉軍なの？いやいやいや違うと思うけど、潜伏あるかも。逆に1個見てえわ。本当だよ。積極的にアトラクション行こうぜしようぜか。警告出なきゃ当たらない。一応専門家は死ぬパン面白いって言うけど、言うと思うけど、消されたと信頼とどっちが好きと聞かれ、と聞きたい。あー僕は消された。うん、そうですね、消された。なんか個々の、うん、割僕の考えなんですけど、うん、あくまで個々のなんていうんですかね、うん、あの役物がある方が好き、うん、いやね違う違う違う、あの消されたと、うん、やっぱ今のルパン三世を比べるのがそもそも間違ってる、うん、なんでかっていうと、うん、もうジャンルが違うから。確かに。あ ST と継続タイプ、ね、あとね、うん、なんで消されたの方がいいかっていうと、うん、ゲーム性というかストーリーが面白い。あ、うん、あの今のストーリーより、うん、消されたの方のストーリーの方が、うん、あちょっともっとこの先も見たいなって思う。ああ、うん、で、ね、ダーウィン登録すればいいのに登録しないで頑張るしないのね。そう進めない、進めない、うん、最終回まで見たいっすねそんな感じかな。はい、かな、うん、じゃあアンケートを取りましょうか。せっかくだからね、ちょっと取ってみればいいね。いいっすね、うん、消されたルパンと、そもそもさ、ST 機が好きなのか、小当たりでも核変機が好きなのか、まあ、ループタイプが好きなのか、うん、で、やっぱ分かれてきちゃうと思うんですよね。そうですね。まあ、そうね、はい。いやー、僕はあれですね、はい、エヴァンゲリオン、昔のエヴァ、うん、あの核変機好きだったんで、はい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 、これまた核変機を結構探しますね。なるほど、ね。いや、だから、あれじゃないですか、あの ST100% のタイプ、今のエヴァ9であったりとか、はいはい、あのもう 50% とかもうドキドキチャンスですからね、だいたい引けないんで、うん、いや、もうそんなあなたにもエヴァ9のあれですよ、0号機バージョンですよ。あー、核変機の方ね。そう、あれ面白い。うんうん、80% ぐらい、あ、ゴッドのモグルのね、初当たりだと 63% が電サポなし、うん、潜伏、ゴッドの周りにハイエナが発生してるよ。そうなんですよね、だいたいエナってっていう話をさっきもアツロクさんとしてたんですけど、そうだね、なんで僕も打ってみたいっていうのはあったんで、うん、正直まだ1円でね、私、うん、あの低価値の鬼なんで、あー1円とかだったらねちょっとやってみたいよね。気軽に打てるかな。テレレテレレテテテ、なんだよ、わかんないな。カサスじゃん、カサス、うん、新ルパンは初あたりが辛いイメージがあるよね。でも ST はサクサク感があるような気がする。バンブルビー6号いないのであっちゃんですよ個人的な感想、クイーンのあの回転音が好き。あーテレテテ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 、これあれか、カサスじゃなくてフィーバークイーンの方かテテテテテテテか。あーそういうことね、ごめんね。そういうことね。あちゃんに聞きたい、1号から5号まではいたんですか？たまにいたんですよ。バンブルビー1号はあれでしょ、うん、MA さんじゃないの？NA、うん、MA、MA、ああ、48的な、そう、48的な、1号でしょ、うん、そう1号、2号誰だよ、2号は誰か、前田亜美か、亜美か、誰、わかんねえやこいつら言っても、誰、ちょ2号はあれだって、なんだっけ、亜美じゃない、琥珀、知らない、あのセクシーな感じの女優さんです。バンブルビー6号はほぼ毎日呼んでるけどいないわ、困惑。ゴッド当てたいから、見たら潜ってた。空いてたから見たら潜ってた。アンケートしよう、06号。消されたルパン爆発するか好き。通常時は9台で核延長しないかな。鈴丸はいつ消されたんですか、うん、消されたケースと思ってるから、アイムスーパーヒーローの方がよっぽどマッシュ。消されたルパンの方が熱いとか熱くないとか分かりやすい。これはある。うん、違うよ、鈴丸。疑似連と保留変化の仕方と通常時が苦行なんだよ。ダーウィンはシティハンターでやってた。この前うちに行ったら周りが大当たり20回以上、積み箱が20箱以上の人がたくさんいて泣きそうになったって。辛いですよね。ルパンはこの間一人でなんか1400とかはめてなんか死にそうな顔してたんで、うん、ルパンはワールドイズマインが好きだったんで。いや、わかります、それはわかります。
エヴァは各駅に戻ってほしい。ゴーライガンとかでもいいよ。ワールドイズマインのさ、藤子が好きやったわ。あー、わかる。消されたほうがかなり、買ったし、もらった、勝たせてもらったね。エスティア、ほんとパトラッシュだけでよかった。シルパの演出、わけわからん。ルパンシーズンあんまり打たないな、争点があればいい。消されたの前の機種がよかった。鈴丸おにぎりとはちょくちょく遊んだりするの？全然、全然。ルピナスが一番。正解しますよ、ね。ルピナスタワーのやつですね、うん。はい、じゃあちょっとね、アンケートの結果出しましょうか。ドン、はい、ああ、消されたルパン 63.9%、 死んだルパンが 36.1%。 あ、けどまあまあじゃないですかね、か63であれば2対1、ね、ぐらいだね。まだ打ってない方ってのもいらっしゃるんじゃないですかね。あ、でも圧倒的に消された、まあ消されたのが多かったね。アツオクさん、バンブルビー6号に本当に会いたいんですけど、何月何日の放送に出るの？あ、絶対見に来るわ。あ、8月23日の放送に出ると思いますんで、ぜひ見てください。8月23日ですか？はい。あれ、アツちゃん今日もイケメンですね。振り込みお願いします。ワールドイズマインは何回もエンディング見たわ。おお。イルミルパンが眩しい。圧倒的に、あ、これ言うんだ、やっぱ消されただよな。今更打ちたくはないけど、圧倒的でもねえだろ。主任さんですか、副主任さんですか？主任と副主任です。はい。消されたは検定切れる？まだまだまだ、うん、まだまだ、うん、まだ平気。ルパンが初めて打った台だった。おお。初めて打った台何ですか？僕エヴァ3ですね。パチンコ？はい。僕パチンコは、パチンコ何打ったかな、記憶にあるのでしょ。で、一番最初パチンコ、うん、覚えてねえな。スロットはね、あれ、南国の 4.5? 5号機の方かな。4号機、うん、4号機かな、あれ。あー、あの3連すると6連。そう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 。あー、それを知らなくて即やめして、うん、何度も捨てた覚えがある。うん。8月23って日曜じゃねえか。こんばんは、アツロクさん。明日から東京出張です。赤坂泊まります。おということは関東の木コーナーに遊びに来てくれるんですか？いいですね、ぜひとも。待ってますよ。いやいや、あの上野の事務所の方に。いやいやいや、僕はあの明日横須賀にいますんでね。僕を、最初に打ったの仕事人だわ。ニッパー、仕事人するやな。ハーデスで隣のやつがクラッシュ引いてドヤ顔してきたよ。そしたら3止まりで60しか乗らなかったから、お返しに笑ってやったよ。そもそもマックスを打たないので、放送とか演出での判断になりました。そうですよね。鈴丸こっち向いて、いかついな。8月23日、とうとう霞に行く決意をしたんですか。いや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 、誰が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 。WIM のサポ抜け、ワールドイズマインかのサポ抜け保留で2通引いて時短復活しなくて以来。辛いですね。大工の源さんが初打ちでした。僕も大工の源さん初打ちでしたね。刑事の初代を32連したのに2万発しか出なかったのはいい思い出。2ラウンド確変とか多いからね。そうですね、うん、これよくわかんないな、この台。これどうなの、これぎじるんじゃない。あ、ぎじった。でもこれまた、はい、熱そう？どう？熱いの？熱いの？スカートフォーラーさ、ほら。ああ。ほら。よく見るやつだ、821とか。009初めて打ったな。あ、じゃあ、あ、でも009もいろいろね、なんか過去何機種もあるもんね。ケサルタルパンなくなったら、代わりに何打うとおすすめスティありますか？おすすめスティ。うん。ガロ。どうだろうの、ガロ。新しく出るやつでも、キャプツバ。キャプツバ。まあやっぱガロじゃない。うん、ガロ。あ、こっち見んな、こっち見んな。面白いっすね。リング3が、俺は好きだったな、SC100。ハゲ、こっち見んな、燃やすぞ、こっち見んな。最初じゃないけど一番ハマったのが仕事人だった。刀焼くものが光るやつ。ああ、あの右側に焼くものついてるやつ。こっち側のやつですかね、上のやつですか。うん。SC100% だし、 SC 確定じゃない台は本当に苦手。俺思い出したよ、初めて打った台。何？パチンコ、エヴァだ。一緒じゃん、エヴァの、うん、3だ。一緒だ。一緒だ。あれじゃ、あの初号機の顔。そうそうそう。そう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 。圧力、明日ガロのインが打って。インが。いや、ないよ。いや、明日だから横須賀あるような気がするんだけど、多分飽きた。なんか回んなくなったんだけど。サングラスの下の目は可愛い感じなのかな。エグザイルのアッチみたいな。あ、そうそう、エグザイルのアッチみたいな。いや、もっとつぶらだよ。うちのね、すごいよ、主任ね、つっくん以外ね、うん、役職社員ね、うん、みんな目ちっちゃいから。ああ、確かにそうだね。、
初茶戦国乙女だったな。ここまで、激アツ演出ゼロやないか。ゼロだよ。0721は継続率低いですよね。こっちみんな、今日用事の前にホールで軽く打ったら爆連して困った。おあるあるね。時間ない時に限ってね。そう出ちゃうね。こっちみんな、こっちみんな早く当てろ。中顔して、お前ら当てる気あんのか。伝説のミコよかったな。今のエレクティブはゆるさん、ゴールドフェンサーいつ導入なんですか。10月中旬かな。そうですね。バカツバカツです。ゴールドフェンサーじゃないですけどね。ああ、うん、はい、名前かね。魔界の花になりますね。昨日エヴァ8アマでビビットルーレット外したんだけど、あれ当たるの。あれ全然当たんない。アツシよりつぶらって、それはもうつぶってる目をと言ってもいい。いや、もうボクサーですよ。全ボクサーですよ、ね、あの、うん、お米粒ですから、うん、全員殴られた後ですから鈴丸メガネ外してこっち見て、フェイスオブザルバ、ザルバじゃなくて、あ、うん、ザルバか。え、キモすぎ。ザルバってあれ、あの、マドリン、マドリン、ザルババージョンが出るでしょ。あ、そうそうそう、アマネジね。アマネジで、鈴丸吐き気するからやめて。ボール以外に友達いるの。中長いやり直し。私の初打ちは三回権利のドン・キホーテ。おー、また四つべこ、ん、荒れるぞ、やめとけ鈴丸。荒れろ荒れろ。鈴丸さん、はじめまして何歳ですか。はじめまして何歳に見えますか。38です。見えないよ、画面映ってないから。え、何歳に見えますか。あ、映んなくていいよ何歳画面画面打った009は大当たり中にチビキャラ、同士が戦ってるやつだった。あー、あったわあったわ。パッチパッチのセイントセイヤ3って VST ですか。いやー、セイントセイヤ違った気がしますけどね。何だったっけな、うん、見てねえな。2人に言っとくぞ、昨日もキコーナの配信見た人は新ルパン当たらない画面を2時間見させられたんだからな。わかるな。え、誰昨日。昨日はあれですね、おぎおぎ豆柴店長ですね。豆柴、豆柴さん、はい。でも、あそこ、でも、はい、ルパンを打ってたのはアゼックス。アゼックス、うん、アゼックス何やってんだよ。アゼックス、いや、アゼックスのとこってさ、うん、子供、何、娘、息子、どっち。息子、息子、うん、息子なんだ。あー、じゃあやべえ息子になんな、きっと。やばいよ。アゼックス超ヤンキーだからな。そうなの。そうだよ。超赤いこっち見て、私はカメラのスローが初めてだわ。なんか破天したからあんま見ない方がいい。カメラのスローってあの4号機のやつかな。あれめっちゃ面白かったよね。何の？ガメラのスロット。ああ、ガメラはね、うん、ゲーセンで打ったことある。あれ面白い。気持ち悪い。そろそろ、青堀湯でも激アツに入れていいんじゃないの。鈴丸45歳独身。45じゃねえよ。25だ。25。今来た、ビビットルーレット外れたと思ったら薬物落ちてきた後で、この間いきなりはビクッとする。いや、ビビットルーレットあれ信用度なさすぎでしょ。うん、いや、そんなこともないと思うよ。いや、俺当たったことないね、ビビットルーレット。僕もないですね。当たりますよあれ。鈴間のキス側は、放送事故。せいや VST やったと思うよと。ミドルとマックス両方あった気がする。カメラのスロットだいぶ嘘つけそうだね。2人とも青堀湯すら出てないね。あと16分で午前1時になるけど大丈夫。マジか早っ。のこと言えるのかな。いやいやいや、平塚の放送は1時からっていう定番のルールがあるでしょう。まああるね。最近なくなっちゃったの。いや、あるよ。あるでしょ。鈴間の関連お賛成から、賛成から、それはもう激アツだよ。あ、出ちゃったね。鈴丸、これ当てりゃいいんだな。激アツです。賛成から出ました、賛成から、はい、おい、大当たり1回であれでしょ、うん、タオル1回でしょ。違うよ、激アツだよ。違うの。だ、今激アツ、今僕1個ストックもらえました。大当たりの時にプレミア引いたら、じゃあタオル一発で。鈴丸外せ、マジか。あれ、鈴丸さん、いやでも賛成から外すよ。鈴丸さんじゃん、久しぶり。久しぶり。ニコ生リスナーのこと見捨てたと思ってた。よかった。見捨ててないよ、もう、うん、半分捨てたよ。お、これも来たっしょ。せいやも VST か、バトルでよかったのになと。おー、鈴丸熱々タオル。これあれじゃね、ローリン、なんだっけあれ、スカイラブハリケーンじゃない、敵相手、うん、なんとか兄弟。抱きしめた心のコスモ熱く燃やせ、気づきを起こせ。もうそれがね、なんかキャプテン翼に合ってくるんだよね。奇跡を沸かせほら、スカイラブハリケーンのとこだ。賛成から1個じゃ弱くないですか。いや、いけるいける。いや、賛成からだって、ガロでキジさんで賛成から出て、俺普通に外したよ、うん、こっから発展すんじゃないの。しないの。緑で、いや、ボタンプッシュなんない。なんない。え、
終わり？外れえ、外れ、うん、ここからないの？ない、酸性から得る金の方が強いんだよね。うーわ、そうそうそう、スーパー久しぶりにこらー言って、スーパーで疑似さんした、はい、やないか、はい、クソだーい、はい、はい、ネット、はい、クソだーい、パチヤで新しいガロの PV 流れてたけど、画面にタイムが流れてたけど、新しい台ですか？新しいガロの PV が流れてた。ああ、じゃあ新しいやつじゃないですかね。そうですよね。外れるかな。あ、これ外したら罰ゲームか。はい、罰ゲーム決定です。ダッセーな、ダッセー。ちょっと今のはしょうがないな、ダッセー。じゃあもうさ、けど、はい、激アツ出たからもうネットは確定だからね。ネットは確定だね。ネット確定だよ。ネットワンストック確定です。キャプテン翼の確率はいくつですか？キャプテン翼399.6分の1。はい。ST 突入率が 51%、はい、継続率が 78% で ST 回数は154回、はい、ガロですね。そうですね、高確率は102分の1で時短回数100回か154、はい、という形になっております。で、振り分けは大当たり時は16ラウンド確変が 100% なんで、はい、まあ、ST 落ちなければまあずっと、うん、まあ、16ラウンドの出玉が出ますよという V タイプのものになりますね。はい、ガロワンネット、うん、カレン記念以外の賛成からは信じない。クソ大言うな言われ、本当に賛成から出た。そんなこと言った。鈴丸がヤンキーになってる。ガロの信頼って検定2台取ってるみたいだけど、どういうことですかと。多分ね、あれでしょ、あれあ、テンパっちゃった。あの12月もあるでしょ。あ、ネクスト、そう、うん、多分あれは多分なんていうの、1個しか出ないです、うん、物自体はでしょ、うん、はい、そうそうそう、まあクソ大だよな。お、ギジさん、ギジさん、ギジさん来ました、ごと激アツ、激アツ、全然何も出てないよ。でもまあこれ熱そうじゃない、どうなんだろう、なんかエピソード的な感じだけど、うん、まあクソ大だよな。賛成からは2回、特に名前に賛成からが絡まないと当たらないよ。マジかよ。じゃあ ST 入れなかった場合もストックしよう。当ててから文句を言いなさい。丁寧な説明ありがとう。そんな台が打てるこの店はどこですか？はい、キコーナー戸塚店です。違います。平塚でーす。毎回戸塚をディスるっていうこの桃源じゃない。ギジさん、ギジさん寒い、ね、これ、これ激アツ、ね、そう、これ激アツだよね、これ。嘘でしょ、これ激アツでしょ。激アツ柄当たらなくなったね、どの機種も。そうだね、そう、マジさ、メーカーのさ、うん、柄はさ、うん、もう当てろよ。意味わかんねえ、メーカーの柄外すってさ、するか、来ねえの、来ねえの、来ない。メーカーの柄外すってさ、うん、どんなこと、どういうことだよ、もう。しょうがねえ、そもそもゴット置いてないか。トツカーニャ、平塚って阪神にいた。あ、阪神にいた、平塚、平塚ね、うん、平塚さんね。まあまあ、でもまあ今日はね、皆さん最後まで見れば、うん、ネットをね見れますから、ぜひ最後までね、でも湯気すごいんじゃない、ね、見ていただきたい、まあ、とりあえずワンストックしてるから、うん、これ当たんなかったらアトロクさんもだから、ちょっと待って、当てて、ちょっと当てて、どっちか、そう、当て、あ、赤い、赤い、ね、これ熱いよ、いやいや、いや、熱いでしょ、これ熱いよ、ボール赤かったよ、熱くない、熱くない、熱い、熱い、これ熱いよ、本当に、本当、熱い、ほら、熱い、熱いよ、熱くないって、熱いよ、赤いじゃん、これ熱いよ、いやいや、そこに、最初から赤なんて熱いでしょ、ボール、いや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 、そこに、はめられてる、はめられてる、いや、これは熱い、絶対、熱くない、熱くない、これ、ギジさん言ったら熱い、いや、リスナーの方に聞いてみましょうか、うん、これ熱くないでしょ、熱い、ほら、リーチかかったの、これ熱いな、熱くね、熱いよ、熱いよ、あ、やべ、やべ、ギジさんだ、やべ、あ、熱いよ。鈴丸、ギジさん、さあ、これはもう熱いでいいでしょう。熱そう。わかりました。熱い。来ましたよ。ほら、赤文字、もうこれは熱いですよ。はい、ストック2ですね。超激熱です。ワンチャンある。ストック2。キャプテン当たらないね。当たればいいんだよ。当たればいいんだよ。当たればいいんだよ。当たればアトロさん当たるかも。そんな生ぬるいことないよ。しかも3連敗じゃない。もう3連敗とかどうなの？いや、3連敗さっきからいっぱい来てますから。7点じゃなきゃ何の意味もないって。熱いよこれ絶対。あ、3点ヒューガー、ゴジロまで行け。あー、じっと変われ変われ来い。あいや、思わぬ復帰確定参加。松山くんかっこいい、外したらストック動こうね。松山くん、本当だね、これっていう時やってほしい。ねえ、炎は炎、炎、炎は周りに炎をまとってるけど、あー、どうなんだ、チャンスアップとかかもしれないね、うん、いやけどさ、だったら文字を、ね、うん、やってくれりゃいいのに。激アツとかで単発とかなしだよね。あー逆に3は寒い、3寒いんだ、なんかそんな気するね。反撃、あー、ダメじゃん、ほら、あー、これで変にストック2回、
扇状の扇は7点外してたぞ。あ、扇ね、引き弱いですから。引き弱いですか。何回熱いタオル、うん、2回ですね。2回、今も2回、2回。ああやっぱあれだな、ケースだな。キャプツバって CR のアタックアタックナンバーワンに演出似てると思うの俺だけ。あー、なんとなく似てますね。あれ誰でしたっけ、アタックナンバーワンって。春菜愛と、そう、翔英。翔英か。そう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 。お風呂出た、ただいま、おかえり。おかえり、ね、熱い熱いって言うけど、最近はどんな演出出ても最後のカットインが全てで。いやもうあれだよ。いやそんなことない、だってルパンだってさ、レインボー出なかったらもう信じないもん。ルパンだってさ、鳥柄、鳥柄じゃねえよ、鳥柄じゃねえよ、虎柄出ても外すじゃん。まあね、うん。鈴丸オギーのぶっこみあるの。オギーのぶっこみ、どういうやつ。オギーの秘密を知ってるみたいな。この間ね、佐古城がぶっこんだから。何ぶっこんだの。オギーは下ネタばっかり。ドーナツを使ってなんかするみたいなね。オギーね、うん、オギーけど、オギー俺の場合じゃあんまそんなことしないけどね、基本的に下ネタ大好きだね、うん。あ、オギーって下ネタ大好きなんだ。大好き大好き。だからむっつりつけべ。あ、むっつりなんだね。オギーは正真正銘のむっつりつけべ。初めて知りました。いやマジマジっすよ。トイレ行ってた。鈴丸の年齢は何歳だったの。25だよ。はい、鈴丸は、あ、これ読んだね。 CR 船越ある。船越ね、船越2階にある。これ当たるの、鳥柄。翔英の悪口言うなよ。特殊ゾーンが全てだろ。鳥柄カットイン最高の素材の一人でしょ。お風呂行ってくるね。 iPhone 持っていくから当ててよ。あ、お風呂で見てくれるんだね。ありがとうございます。ケースばっかり、連呼するこのお店はどこですか。戸塚店でーす。でーす。鈴丸いるじゃん、久しぶり。超破壊ヤホー、久しぶり。鳥柄バラ、今週のおぎネタ、はよ当たらない。キャプツバの ST 中の7に変わる演出が前のガンダムに似てる気がする。マジでキュピーンってやんの、うん。ルパンは鳥柄が熱いのか。そうそう。 SR 鈴丸の成長はいつ出ますか。多分そろそろ社長が出してくれんかな。オギーとジュンジュンだとどっちが好き。あ、ジュンちゃんとオギー。オギーとは一緒に仕事したことあって、うん、ジュンちゃんとは一回しか飲み行ったことないんでわかんないです、うん。あー、どこまでエロいかがね。ただジュンちゃんはなんか優しいオーラがね、はい。まあオギーも優しいんですけどね、うんうん、出てる。まあ、どっちもどっちかな、うん。今日ルパンだけど鳥から攻めなかったよ。圧力かっけえな。オギーの嫁は可愛いの。鈴丸、オギーの嫁はね、あ、可愛い可愛い。うん、ワゴン、どっかでワゴンやってるの見たことある。うーん、そのネタはダメだ。いやいや、それ以上言うな。それはダメだ、触れてはいけない。キャプツバの台は作り込まれてると思いますか。いや、足りないね。足りないです、まだ。寝台ルパンのタイプ裏で尻の穴を照らせって出たけど、プレミアですか。プレミアです、ね。鈴丸はエロい。僕ですか。エロいです。僕普通ですよ。鈴丸、てめえ純ちゃんのことエリートヤンキー言うてたやないか。あ、エリートヤンキーサブロスか。うん、そう、純ちゃんね、うん。だからその後に会ったから。そうだね、その後に会って一緒に飲んで、うん、この人すげえド変態だって思って。いやいや、マジド変態でしょあの人。関東にも店長シールとかってあるんですか。店長シール、うん、店長シール、いや、ないかな。まあ、できてないですよ、うん、結局ね。作ってないですね。そう、いや、申請だけして、うん、なんかね、びっくりマンシール、そう、企業さんがね。まあまあ、でもアルフォール、あ、だから蒲田店とかはね。あ、そうですね、池田店長シールありますし、はい。あと戸塚じゃないや、平塚もね。私と、私のしかないかな。そうですね、そうですね。けど、あとは親分はね、関西行っちゃったからな。あとタウンライトにアゼックスのシールがあります。あ、そうですね、はい。まあ、ある店舗とない店舗がある。そうですね、そうそうそう、はい。もう画面ちっちゃくしていいから面白い演出の台打ちたい。もうさ、あ、液晶をでかくする必要がないってことね。だけど、うん、そうね、そうですね、確かに。またさ、平塚 VS 戸塚やらないの、翼かルパンで。いや、やりたいですね、そういうのも。それやっぱなんか作り込んでやりたいですよね、ちゃんと。あ、対決を、そう、うん。やっぱ 7C とかでやった方がいいんじゃないですか。 7C、 そう。あ、寝台ね。そう、鈴丸、酒パー T シャツ新色出たから買いなよ。買わないよ、ゴッドで十分だよ。ゴッドの7点は確定なの。ゴッドの7点、うん、確定じゃないのかな。どうなんですかね、見たことはない。見たいですけどね、うん。最近の台だと何が作り込まれてた。あー、なんだろうな、僕地獄少女とかやっぱ好きですからね。あー、あれはいいね、うんうん。最近の台で作り込まれてた
地獄少女と、難しいかな。待って、やっぱり僕はトランスフォーマーかな。え？え？何言ってんの？何の話？何言ってんの？全部の台に言えることだけど、キコーナに来てーなって言って。誰が？皆さんじゃないですか。キコーナに来てーな。ワゴンってコーヒーガールなのか。鈴丸池澤店長ってどうなの。あ、僕池澤店長とはね会ったことない。本当に2回とか3回とかしか、お話もしたことないんです。おはようございますって挨拶したくらいで、だからちょっと分かんないですね。はい。鈴丸はチェリキチとも飲んだのか。あ、チェリキチとも飲みましたよ。はい。全部の台に、あ、こういうんだね。鈴丸酒パティシャツお隣とかお中元にいかがですか。あ、いらない。純ちゃんは本当はめちゃくちゃ怖いっていうか厳しすぎるってマイホの店員が教えてくれた。いや、そんなことないんじゃないですか。まあでも仕事ですからね。まあ仕事でね、厳しいところはあるでしょうね。ご覧くださいください。再会を飽きた。この番組って全国放送愛好者会推薦番組なんですか。どういうことだろうな。君たちは断蜜を抱けますか。いや、抱かせていただけるならね。お願いします。それを答えたらなんか明日には席がなさそうな気がする。吉宗みたい。前のことは7点確定だったよね。キコーナアプリの、ね、キコーナオリジナルキャラしかシールがないんだよね。あ、そうですね。ぜひ皆さん、はい、キコーナアプリありますので、はい、ダウンロードしてみてください。スマホとかでね。そうすると、お近くのキコーナがどこにあるのかとかね、分かりますよね。地獄少女まだ打ったことない。前作はかなり好きだった。今作もまあまあいいですよ、ね。まあいいですよ。全部の台に言えることだけど、激アツリーチもいいけど、ただのノーマルリーチですんなり揃う演出も用意すればいい。そう、サクッとね。昔からあるやつ、あれっすよね。高尾で出てる鷲津、あれいいわ。わしが貴様を救ってやろうっつって。そう、鷲津いいよ。ビタ当たりするから。あのアホみたいな笑い方は大好きですよ。あれはなかなか作り込まれてるんじゃないですか。はい。鈴丸は蝶々サンバとジグザグサンバどっちが好きなの。蝶々サンバ。トランスフォーマーにやられっぱなしなのに本当に好きなのね。好きですね。あつくさんお願いします。地獄少女のキクリのモノマネしてください。キクリってなんかチリー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 規制の関係で1台は保険だったんだよね。まあ多分そうだと思うんですよね。あかんべ、何やってんだよ。どれも激アツ外しのオンパレードだよ。今週の金曜はカウンター放送だから楽しみ。泊まりすぎだいやぞおっさん。チェリキチャどうだった鈴丸。チェリキチ、うん、チェリキチはね、彼女の話とかね聞いてね、ピュアなんだなって思って。あ、その昔の恋愛の話ね。そうトランスフォーマーはアンダーグラフを聞くためだけの台。あっちゃんは、池澤店長嫌いなんだよ、だから配信に行かないんだよ。そんなことはないですよ。一方ゴラムはどんな店長なの。ゴラム、うん、ゴラム降格して復活して店長っすよ。カップラーメン食べて降格して で毎日、私に怒鳴られてる店長です。なるほど。キャプツバのたまに出るタイマーみたいなのは何なの。あ、まあまああれはいいんじゃないですか。熱いんじゃないですか。ルパンのタイマーとかと違う。そういや、同じようなもんじゃないですか。あれ、あーちゃん前半で当てられなかった2人に一言。いつも通りでしょ。まあまあ、戸塚も平塚も無理です。前半当たんないからね、いつもね。そうそうそう。前半も後半も当たらないですよ。今すぐコンビニに行く、から外配信に切り替えてくれ。コンビニに行く外配信か。2人が一緒に働きたい店長は誰ですか。あ、僕、誰とでも働きたいですね。やっぱ働きたいというか、とりあえず平塚じゃなくて別の店舗行ってみたいなっていう気持ちは。移動してみたい、経験積みたい。ずっと平塚なんで。あ、で、まあ、あわよくはもう僕が店長ですかね。え、僕が店長ですかね。出た、はい。自分がね。そう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 。田植えしたことありますか。あれ、また赤来たよ。お、赤どうなの。赤またボール赤光ってる。保留。あ、保留変化した。キコーナが近所にないんだけど、明日私が打つ台を決めてください。うん、パチンコかな。ルパンでしょ明日か。ルパン、ロトパチ。ロトパチ。ロトパチ入ってんのかって話がある。あそこまで池田店長に会ってないの。会ってないっすね多分。あ、そうなんだ。はい。今来ましたよ若津です。こんばんは。こんばんは。店内でラジコンってしてもいいですか。
あ、いいですよ。ダメダメダメ。いいですよ。すぐと捕まえますけど。お盆もがっつり締める。そういうのないと思いますけどね。さっきのノーマルリーチうんたら言ってたものです。バシズ本当面白いよね。あれは面白い。店内の休憩所からドローン操作して店内の様子を伺ってもいいですか？いやもう休憩所にいるって分かってたらまあ飛ばさせないですよ。いやけどね、それできたらすごいと思うよ。うん。キクリだよ。わしでおもろいよな。あれ面白いです。全国放送愛好者会推薦番組なんなん、それが分かんない。嘘食いだっけ、あれ面白かった。あーあれツッコンもなんか打ちたい打ちたいって騒いでてましたね。チェリクチャ DT だからピアだよ。この道楽しそう。諸惑会ってどちら様ですか？諸惑会こんなんです。はーい。鈴丸カメラに向かって女を落とす時の一言ください。あーチェリキチ的な。うん。女を落とす一言。うん。やらないか。しょうがないな。パンツの中身見せてくれ。そっち？そこまで求める。そこを求めてくんだ。ディープな求め方だね。もうストレートね。直球でしょ。うん、やっぱ。もう生殖本能に基づいてる。タイムじゃないの。今来ました。こんばんは。こんばんは。当たってないみたいですね。そうですね。1位だと思ったらはよ。地区内コーナー。鈴丸蒲田行け。蒲田で池田さんにしごかれて髪染めてたからお風呂行ってきます。行ってらっしゃい。あとくさん先々週までで40万キコでやられたと報告したものですが、その後加えて20万キコやられてます。やばいです。つらい。いややばい。やばいね。もうそういうそれだったらあれかな。やっぱり新しいルパンとか、やべやべ、打ったらいいんじゃない。俺通報されてる。俺通報されてる。あっちゃんごめん。メントスコーラか。メントスコーラ、あれすごいよね。メントスコーラね、この間ね家でね弟にやった。弟にやった、うん、危ないよ。弟がコーラ普通にペットボトル買ってて、うん、メントスを砕いて、うん、チポンって入れたら、うん、ダーッ。私、ね、ダッシュで風呂行きました。まあなりますよね。やばい、何これ何これとか言って一人でテンパってたんで、うん、風呂上がってから大爆笑でした。最近アマデジにハマってるんですが、何かおすすめありますか？アリア、ワシズ、マユユ。ガンソード打つ配信に切り替えてくれ。テルマイトチェリキショー、テンガ使ったことあるみたいで、お二人は経験済みですか？テンガ僕ないです。テンガない、テンガはないですね。あっちゃんごめん、ロトパチは嫌だ。あっとくいい加減にかまといけよ。ガンソードはスルメ台だ。鈴丸さん、ボールは転がしましょうね。会ってないってことは、あっちゃんは池田店長のこと本当に嫌いなんですね。違う、あのね、金曜日僕休みなんです。休みなんで休まなきゃいいんじゃない。休んでねえで働け。いやいや、休みがないとね、頑張れないのね。店内でミニ四駆走らせてもいいですか？いいですよ、捕まえますけど。あ、まあ、こうも。この番組がなんだったら毎週見ます。毎週見てください。トライダガーならお前さんこっち。トライダガー、あれ壁走りするからダメだ。ダメだ。今何回転ですか？561、558。2人ともサングラスかけてると怖いな。激しい大パンしている振りの人、している振りの人は見逃してくれる？わっ、振りだったらいいんじゃない？まあ振りならね。殴ってなきゃいいんですよ。今日キャプテン赤堀で当たって SD 入ってする。最低の一言。ガンソードでエンディング見れるまで帰れまて。警察呼ぶとあとから勝手110番しました。北海道からこんばんはです。こんばんは。わ、北海道ですか。今日の当たり具合はどうですか？まだ一回も当たってません。はい、その一言言われたら引くわ。嘘、この番組って全国、これ何なんだろうな。BPO 的な、うん。メントスコーラって軽い爆弾になるよね。あれやばいですね。あんなに来ると思わなかったですもん。うん、今がとんでもなかったです。今がとんでもないことになって、弟がむちゃくちゃ母親にキレられる。まあ、そうなるよね。鈴丸は他店舗行って修行してこい。他店舗、最高裁判で実行判決で懲役3年と罰金5。やったまうて。鈴丸そんなこと言うなんてショックだよ。神奈川県警ですこの放送で不審者がいると聞いてきたのですが、なんでサングラスしてんの明治た。吉江どうなったの？どうもなってないですよ。店内でドローンはダメですか？いいですよ。ダメです。僕はしますけど。あっちゃん最近激太りに悩んでます。ダイエットしたいのですがどうしたらよいでしょう。ライズアップ。ライズアップ。なんかね、断食？断食してなんかなん酵素液を飲むみたいな。アツロクさんが言っても何のね。いやあれすごい痩せるらしいですよ。なんて言うんでしたっけあれ。ファストな。ファスト。デトックス？デトックスが出るんですよ。そう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 。なんかそれはねいいって言ってましたね。ファスティングとかじゃなかったですか確か。うん、うん、新しいルパンもやったんですが1日に2回連続 ST するしたので当たる気がしないです。60万機構やられてるもの。うん、じゃあね、
流れを変えて、ゴッドイーター打ちましょう、スロット。ゴッドイーター、うん、ゴッドイーター、僕ね、ゴッドイーター好きなんですよ。ゴッドイーターいいよね、面白い、うん、ゴッドイーターいいと思います。最近打つスロットの中で一番面白いゴッドイーター、うん、鈴丸と真剣勝負したいのですが、明日行きますね。あ、ま、明日僕休みなんですよ。あっちゃんは1日2時間しか働かないんですか。です。いや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 、そうです。そんなことないですよ、もう僕は常に働いてるようなもんですからね、本当に。いや、もうこの放送終わったらただの魚民ですから。まあ、アル中ではないんで大丈夫ですよ。店の端っこで線香花火やっていい。火はダメだな。いつ当たるんですか。ちょっと待ってて。鈴丸町学会、今1時5分過ぎましたよ。やばい、店長ボタンまだですか。こっからだ、こっから。飽きてきたんで寝てもいいですか。ダメです。友達がメントスコーラ爆、メントスコーラ爆弾が爆発しないから石投げたら爆発した、うん、やばいですよ。風呂上がったよ。寝台出まくりでやっと一発コーナー充実。めっちゃ満員で打てない。お、今夜もドル箱瞑想してますね。キコちゃんの方が圧倒的におもろし面白いです。 ありがとうございます。ありがとうございます。アトロクいつまでキノコの真似してんだよ。真似じゃないよ。戸塚で鈴丸シール受け取ったよ。 おはようございます。そのままお店出て黒塗りの車に貼っておいたよ。こらこら。ちなみに私この間ツックになんか、うん、マリオのシールをですね、うん、愛車のチャリンコに貼られました。マリオ。マリオのあれ息子娘か息子のなんか集めてたシールらしくて、うん、ツックの車にたまたま落ちたやつをそのまま貼られてケラケラ笑いながら彼は帰りました。あとにダイエットのこと聞くんかは、ちょっと関連ミディアKP のコール分かんない。ドローン少年について一言お願いします。ドローン少年、まあ勇気あるんじゃないですかね。いやけどあれでしょ、そそのかされたっていうのもあるんでしょ。うん、なあ、まあ、ね、あっちゃん太った。元から太ってますよ。太ってる。ライズアップって入会金35万らしいよ。そんな高いの。すごいよあれ。さっきから鈴丸怖いけど怒ってるの。怒るの。怒じゃないよ。僕ゆきちなんでそろそろ並んでいいですか。なんか見たことないです。それあの、純ちゃんの言い方。そう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 、純ちゃんだよね。俺も鈴丸のシール、万里の頂上に貼ってきたよ。ありがとうございます。荒髪全然倒せないバジラ強い。わかる。最近阪神強いね。35万もないよ。断食ですね。調べてみます。池澤さんは過去に川を放火したことあるらしいよ。気をつけろよ。川を川を放火。飽きてきたんで、あっちゃんネットいいですか。よくないですよ。平塚店の床にローション巻いてもいいですか。あ、お待ちしております。ジャグラーでなんローションスライダーなんとかちょっとずつ巻き返しを狙ってるんですが、ゴッドイタやってみます。ぜひぜひやってみてください。あの天井777ゲームなんで、うん、はい、その辺狙ってやった方がいいんじゃないですか、ね。はい。半分過ぎてノーボーナス。熱湯1リッター生き飲みね。ポケモンファンのシールでも集めろ。圧力は1日にやってること。放送、タバコ、飲み会、タバコ、睡眠、タバコ、メンマ、放送。そんなもんでしょうね。もう大体合ってるな。合ってんだ。大体合ってる。メンマ以外は大体合ってる。メンマって何なの。メンマ投げつける。メンマ懐かしいね、うん、そのメンマか。今夜はドル箱、今日はパチスロかと。あーね、昔はずっとパチンコばっかりだったのにね。最近スロだってんすか。そう。へー。ドローン少年について、解釈、解放されたからコラボして、甲子園私の母校初戦突破したので、諸八海さん次の試合も突破できるようにエールをお願いします。頑張ってくださいよ、うん、全然僕あの高校時代とかあのテニス部の主将でしたけど試合に出なかったという人間なんで。なんで。めんどくさいから。いや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 、てかね、部費がね足んないかったりするからね、うん、あの部費を、うん、僕が試合出るぐらいだったら、うん、あのテニス部だったんですけど、うん、あのボールとかね備品に使ってた。別に俺試合出る必要ないしって言って。それ弱かったってこと。あ、クソ雑魚でしたよ。紛れもないクソ雑魚でしたよ。著作界のケツにメントスコーラ突っ込んでもいいですか。メントスコーラ、あの人として人じゃなくて。お願いします。やめなさい。3人に聞きます。一番好きな飲み物って何ですか。酒。コーラ。酒。コーラ。コーラ。酒。僕最近ヨーグリーナハマってます。今コーラ。ヨーグリーナ。本当は水。酒、うん。ドローン買ってあげるから、あっちゃんも店内で飛ばして。無理です。鈴丸超学会聞いてツイッターで圧力にメッセージ送っても返信ないのひどくない。何してんだよ。いや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 、そんなことないです。芸能人でもねくせに。してるしてる。僕はちゃんと返してるつもりですよ。芸能人気取りか。セクシー女優フォローしてる場合じゃねえぞ。セクシー女優フォローしてたっけ。それ俺だ。
俺だ。3人ぐらいフォローしてる。皆さん携帯最高何年使った？携帯1台はってことですか？3年、うん、3年ぐらい。5年あぐらいかな。3年だな。5年。ゴトイザーはバジラ倒せずタパトばっかり。いつ当たるの？あっちゃんの後ろにいる女性いつも無口ですよね。そろそろ自己紹介お願いします。和骨です。ライズアップ月額は60万だそうです。頑張らないと元取れない。高いね、うん。今日当たる確率は何パーセントですか？2%。そこにいる女は誰ですか？アニメ大好きな人はどちらでしょうか？はーい。チョアカイでーす。俺も好きだよ。早稲田実業の清宮のホームランがここまで飛んできたってマジですか？え？清原のホームラン？清宮。1年生のね。ああ、早稲田。そう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 。あそこの後ろの女の子かわいいよね。ちょっか今のテニス選手で好きな選手誰？やっぱりフェデラーだよね。そうですね、フェデラー大好きですね。高校の頃からもうずっと好きですね。へえ。やっぱ選手じゃなくてもさ、松岡でしょ。修造あれもうレジェンドだよ。寝台って導入したら何日か設置しなければいけないとか規則ありますか？あ、落とした。うん、ありますね。寝台1日ああルール上、うん、ある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 ね。ある、ドル箱で、大悟が押し順全く守らない。ポンコツじゃねえか。キコちゃんは2時から本番でそこまでは下ネタぶっ込み、ゲスでつなぐんですよね。はい、ゴトイータのアニメが制作追いつかなあれ本当に見たいですね。アニメ化してほしいですね。なんてくだらん特別番組を挟みまくってるのでつづまる急いでください。頑張ります。眠くなってきたので面白い一言お願いします。起きて面白い一言だよ。面白い一言ないよ。もうつまんないよ私。ヨーグリーのあっちゃん、それヨーグルトの味なの？そうです、ラブ注入。みんなの好きなお酒教えてください。カルワミルク。最近ね、カルワミルク赤ワインにハマってるかな。赤ワイン、白ワイン、カスーロン。あっちゃんカレー味のラムネ美味しいよ。飲んだことあるよ。あれうまかった。圧力本当に後ろの女の子見えてないの？見えてないよ。マジか。あっちゃんいるよ。テニスのおじさんもマジやで。松岡修造嫌い。テニスのおじさんあれ無理だから。ルパンから諭吉がなかなか帰ってきません。てか早くマクロス打ちたいなと。来週ですね。マクロス打ちたいです。マジプリ分かります？はい。パチスロの台になるの知ってます？へえ。なる出る出る。修造うるさいんだよ。選手してないかも。選手の気持ちまで代弁するから嫌いで。超悪界は何のアニメ見てんの？僕今見てないですね。昔のアニメがやっぱ前回の放送の時も見たんですけど好きで、うん、もう最近は全然見てないですよ。あ、最近は見てんの。 あれが面白いじゃん。あのランポ、ランポキタン、キタン、キダン、ランポキダン、なんだそれ、キタンか、キタンか、キダン、知らない。あとちょっと怖いから女の子見えてるかアンケート。嫌だよそれ 100% とかなったら。相模原で純ちゃんに趣味は何って聞いたら食う寝るはめるで全部同じ意味だったよ。全部一緒の意味じゃない？その食うっていうのがあの、うん、左に口、ちっちゃい口書いて食って書いて、食うのを食うで食う寝るはめる全部同じ意味、ね、寝るは一緒に寝るでしょ。今使ってる携帯5年11ヶ月使ってる。すごいな。物持ちいいのはいいことですからね。大体ぶっ壊れるんだよ。おでんか食べたことある？あります。あります。天使の王子様の世界のプロって死人でしょ。あたく化け物語の推しの忍とエヴァのマリー声一緒なんだよ。そうだね、声優が、うん、坂本真綾。うちも今日ルパン打ってきました。他の台は54回40回当たってるのにうちだけ13回しか当たらなかった、ね、あれ何なんだろう、ね、50回とかすごいな。すごいな。ピカピカきた。激アツコーナーさすぎるし、うん、当たりゼロで終わったら100回転かけるネットだからね。やばいよ。ルパンで8万発出た時は漏らすかと思う。よすげえ。ルパンの寝台打ちながら死んだじいさんいるって本当なんです？これでもよくわかんないな。ランポは面白いね。グロいけど、うん、だけど、うん、今期だったら一番じゃないかな。あとか江戸川乱歩を、一から見直せ。あつろくの好きなアニメマシン英雄伝渡る。よく知ってるね。渡る、うん、いいですね。あつろくの好きなアニメは魔法使いサリー。あんま見たことないな。ガオガイガーで、ガオガイガー。あっちゃんはリアル化け物語だな。ナムナム。女の子とより、老婆でしょ。あつろくの好きなアニメはエヴァンゲリオン。家にアリが上がってたどってたらリモコンの中に消えていったから
それごとジップロックに封印してから1ヶ月経ちますけど、うん、まだ全滅してない。怖い。マジで生きてんだ。トモ食い？すごいな。やばいよ、うん、怖いよみんな。ブーメランスネーク錦織撃ったそう。あ、ただねブーメランはね、うん、あれ軟式と公式でも、うん、あの腕力あればいけるんですよ。ブーメランは無理だろ。スネークではいけるでしょ。ブーメランスネークで一応横のポール通すぐらいならできるの。あれでしょ。じゃだからスネークでしょ。できんのはブーメランはさ右をグワン行くから無理でしょ。 あれは無理、うん、じゃあスネークはできる。スネークで、うん、要はもうギュイーンってポールの横をこう、うん、グワッと行くようにはできます。あのバンダナしてる人のやつでしょ。僕もあの高校時代 やりましたもん。頑張って あんなね川で修行しなくても大丈夫だから無理ものすごいねスピンかければねなんとかいく、うん、けどね、腕が痛い。あアトロクの好きなアニメはジャングル大帝。アトロクは女の子見えてないのマジでいるって、マジで言ってるか。アトロクの好きなアニメは奥様は女子高生。アトロクの好きなアニメは懐かしいな。ダグラム、ルパンのシーンの知ってる人いんだ、出た噂話、初見ですいらっしゃい。アトロクの好きなアニメは、お兄父ってなんて読むんだろうこれ、こんなに見せ場を作らないのはゴラムが裏で操作してるのか。アトロクの好きなアニメはゴラム来ないの。貴重な感動の MC って相棒の鑑識も声一緒だよね。声は違うんじゃないか。、ここはラブライバーの集まりですか。違います。エロアニメなんだ。アツオくん好きなアニメはダンバイ。あっちゃん六角さんだったんだ。ここはラブライブの小鳥ちゃんを推しているのか。小鳥ちゃんを推しいる。ガチで見てる。僕かよち。あっちゃん後ろ逃げて。こっちみんな。アツオくん好きなアニメはラマン2分の1つぶらな瞳。当たらないにしても木曜並みに盛り上げろよ。うん、ギジさん。あ、ギジさん。そろそろいいよ。チャンス。チャンス。はい、チャンス。おい左の画面に豚が映ってるぞ。こ、こっち見るのは鈴丸メガネ取るとまた火の玉ですね。やべえ俺もなんかいい感じなんだけど。おみ年のりに似てる。え嘘でしょ。たまにパチ打ってる人が寝てるけど起こした方がいいのかな。いやいいんじゃない。寝かしといた方がいいよ。ブラックホールか、うん。皆さんデスノートのキラーは正義だと思います。あこれ前見たなこのコメント。サンラインだ。あサンラインゴッドライジングって朝一ランプ結構ある？あーあるんじゃないですか。結構、六角さん新しい相棒の反町さんはどうですか。六角さん、あっちゃんの後ろに誰かいるの羨ましい。私未だに貞子当たったことないと。あ貞子ね。あそりゃそうです。あ当たらないです。鈴丸熱いぞ。松山か。うん。3000個目ほど遠いな。いそうですね。無理無理無理。加速して3000個目きついよ。加速してみんな加速して。ちょさこれきついんだけど、うん、松山くんだよこれ。うん。ヒューが早くイーグルショット見せろやん、ね、家族。前に隣の席のじいちゃんが1万円札握りしめてんねって。皆さんが、テニプリプリを知っていたの驚いたよ。ヒグマ落としまだ700か。あ、藤修介ね。うん。白芸をね頑張ってやった挙句にね肩を痛めた、うん、出た。白芸ってなんかこうシャキーンみたいなやってギュンって、うん、なんかギュンってやったらね肩がギュンってなった、うんうん。ほな、男子はああ松山かって分かるでしょ。私なんて誰がいいのか弱いのか分からないもん。いやいやいや今俺松山かって言ったけど松山って書いてあるから言ったわけだ。松山ね結構ね先の方に出てくるからね。俺ねキャプテン翼あのバルサ編しか読んだことないんだよね。あキャプテン翼ね僕ね美咲くんとね一緒に頑張ってたぐらいしか見てないからね。最初のアニメだよ、うん。加速、寿司食べたい加速するの。弱いは森崎くんだね。加速したいけどなんかネタないの。焼肉も食べたい知らないのか。ね1000個目まで行ったらアツロクさんに1000は行くよ。1000は行く。2回2回じゃあ1000は行くからダメだ。1500じゃダメだね。2000 2500。いや2000 2500 2000。やだ2500 2000。やだよ熱湯のタオルで顔叩かれるとか。はいじゃあ2000コメント行ったらアツロクさんに熱湯タオルストック5。2500にして2000はちょっとありえるから危ない。みんな頑張れ。じゃあ2400にしよう。2400。前回あれだからねラガマル剣ラガマルの剣の時2000マジで行ったからね。じゃあ2400ね。違うよあれって5000だ。2400、ね、5000だっけ。5000だ
2400じゃなきゃ俺はやらない。いやすげえ加速始まった。俺も加速するわ。やめて。俺もするわ。やめて。コメント読めなくなるから。ちょっかいさ、フェデラーは今34歳なんだけど、あと何年で引退すると思う？あのね、あの人ほんと底知れない、うん、びっくりするもん毎年。なんでそんな動けんのっていう。キャプテン翼はよくわかんない。どうしたんだ鈴丸、ディフェンダーへの指示はお前が出すんだって。監督か。全員攻めろ。木曜日は出せでコミ稼いでるかな。2人ともすぐ3個になるんですよね。なんか子供の喧嘩だね。今の、シュウスケは青い吹雪なんだよ。よし、コメント流すよ。声変わったの？2007頑張る。いや、2400だって。藤井君声変わっちゃったの？変わったの？みんな加速の時間だぜ鈴丸、やめてよもう。キャッハーとか言ってたよ。キャッハーとかっていうかさ、化け物語って途中入ってきて、鈴丸はもう2回あるんだからね。そうだよ。だから、怪我しないならフェデルは不死身です、うん、あれほんと強い化け物語。みんなあれあんま同じコメント打ちすぎるとコメント打てなくなる。2500は遠いよ。これできたらすごいよ。加速加速、ジバーとか超絆ゾーンの加速ですな。ジバー加速が遅いね、ちょっとね。今日遅いね。ちょっと指痛くなるぐらいやってみて、ちょっと。いや、みんな打てなくなるから。加速して。いや、その方がね、いかないから。みんな、打てなくなっちゃう。甘い。明日は AKB の甘いちゃん、頑張ってください。とりあえず落ち着きなよ。家族、家族、田舎。100本多い。進撃アタックは激アツでしょ、そうか。いや、外したけど、今。家族、ウニ、家族、家族。アイマス雑談枠はここですか？ちょっと違うかな。家族、家族。大好きだよ。エビ、花、シンゴ、失速、いいよ、ガロ、しんどい、家族、ふなし、キャッハー、家族、絆、ゲジさん、キャプテン翼、ゲジさん、いやけど、さっきからさ、から家族、家族、家族、続く続く、暑いのでは、どうかな、緑保留ですね、今のところね、カミソリシュート、コーチ変えてから去年の初めくらいから良くなってるね。絶好調の時に戻った感じ。加速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 ニパパ加速キコーナーバタバタニパパ、カカソソククヒーハー加速加速キコーナー加速キコーナー、進撃アタック加速メンマメンマメンマもう飽きた、まあ、赤いや弱えな赤文字赤文字弱い弱い赤ホリをはやおうって言われてるよ。進撃の実写見た？もう飽きた。あっちゃんが本気になれば6000個目くらい楽勝だよね。ねえ、メムシさん。いや、そんなことないよ。6000個目だったら俺自分で打つよ。打つんだ。うん。何、ギジさん？ギジさんですね。ミドルオリは弱いよ。弱い。心配な、うん、ないさ。あ、心配ないさね。全然違ったけどね、今。加速メンマ、ヘビのトイレ。反撃メンマ反撃一回くらい発展しろ。ね、これ発展したら当たりなの、反撃って。ミドルホールで、出る台ならもっと早くに当たってる。あらま残念な流れ、六角センチ。今何個目？今955。あと40。でもあと30分あるからね。うん、どうかな。あと40個目であれでしょ、まあ、もう普通に戻しても大丈夫だよ、みんな。もう普通にコメントしてても多分いくと思うから大丈夫だよ。いや、行かないから頑張ってね、みんな。大丈夫、大丈夫。ゴラムもコメしろ、持ち録。最悪だよ。最悪はい、実力行使っていう言葉があるんで、うん、あずまさん、先ほど超八海さんに甲子園エールをもらったものですが、はい、直後にエースが怪我したようです。頑張ってください。はい、頑張ってください。ラーメン食べたい。ここまで赤堀ネタだよ。辛いな。尾道ラーメン食べたい。矢口屋のラーメンだって言ってるだろ何回も。絆そう。加速、あっちゃん指が痛いでしょ。上野のラーメン屋で圧力見かけたよ。およく見たら隣がイジリーでその奥が六角さんで全部わかんねえよ。兄弟仲良さそうで、どれかわかんねえよ。森崎くんがかわいそうな題。森崎くんが活躍する演出ないか。森崎くん悲しいよね。キャプツは初対応。ビキニとワンピどっちが好き？ワンピ。さらに水着の話。ビキニ。水着はビキニだろ。ワンピ。似合ってればどっちでもいいんじゃないですか、ね、確かに、うん、確かに。発展もしない。あゆ、縮れ麺より細麺が好き。あー、わかる。さりげなくぶっ込み入れよう。ちょっかい握手して。メンマ、当てたれた。あ、当てられた。メンマ投げられたと数字とかになってんじゃん。7、8、9、7、6、5。イジリと六角さん兄弟なの。いいね。私も細麺がいい。これ3、2、1で0になったら超破壊面白いこと言うんだよ。1スクール水着。うそれやられたわ。ちょっと
いいね。ゼロはゼロゼロ来ねえんだもん。ゼロじゃハテナになっちゃった。にゃーとかなってる。全裸と半裸どっちが好き？半裸。半裸。全裸。半裸半裸。半裸。あっちゃんの頭六角さんによく似てるけど。もはや靴下とか履いててくれと思う。ね。水着スクール水着だろう。一度か、好きな女性の下着はティーバッグ、紐パン、レース、ティー、いや似合ってれば何でもいいっすよ。だってそこまで言ってるんでしょ。うん、その後はもう脱がすだけじゃないですか。なるほど。いや俺脱がしたくないんだよね。なんで何言ってんの。和歌町の甲子園球児ではなんと昨日つむじ風が練習していたところに吹いたんです。牛タンラーメン美味しそうだった。矢口屋のラーメンだって。ハチミツ食べたいな。ちょっと見えハチミツ食べたいな。あ、プーさん、うん、ちょっと見えてるくらいがいいのね。そうそうそう。今日当たらないかな。ポロリもちょっとさ、六角さんの体どうだった。どうだった。ピアノ打って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 ちょうだい。はい、正解。カレーも食べたい。やっぱマックスは打てねえな。超悪会どうしたんだ。鈴丸の守備位置の指示はお前が出すんだ。トスカーニャプーさん、あーちゃんポコミ可愛かった。あー可愛いんじゃないですか。ライターさんね、花系の日いましたね。SP か7しか選択肢ねえんだけど、これ何。あとから六角に会うためにちゃんとケツ洗ったら。どうせ7だろ。あ、SP だ。髪染め終わった。ただいま、おかえり。おかえりなさい。着物とドレスどっちにキュンとしますか。着物。着物と何。ドレス。ドレス。でもドレスも形によるかな。いや、ウェディングドレスとかもいいよね。あまあ、ね、これも似合ってればいいんじゃないですか。そうね。最近のスクミズってトイレ行きやすいようにチャックついてるらしいね。マジで。じゃあチャック全開とかあるんすか。ね、先輩チャック全開とかある。今日ね、ゴラムね、うん、チャック全開だった。8時まで鈴丸で行って何してんだの人。ミルク、午前1時からの平塚なんでしょ。電話してちょうだい。ピンクとブルーどっちが好き。どっちがいい。ピンクとブルー、うん、ピンク。何がピンク。色。私は青が好きです。ピンク。私はもう青が好きです。まあ男はねピンクと、まあでも僕ピンク好きかな。でもあれだよね、鈴丸はだってもうポロシャツもピンクだもんね。ピンクピンク。あそこは地獄少女に出てるよね。まだまに当たらないんですが、あれか、俺の人生どうしてくれるんだってやつか。うん、あ、合ってるかね。まどまきが当たらない。もっと打ち込んでください。こんばんは。究極のエナダじゃないですか。ことね、ポコミより少年派。あ、いたね、花家の日。これド M じゃないと打ってらんねえわ、このコット。ほらね、通常時のキャップツバってほんとケースでしょ。うん、ケース。似合ってても脱がすんでしょ。あっちゃんが会ったことあるライターで一番可愛いと思ったのは誰ですか。うん、ただのあれだよね、アザロクさんの主観だよね、多分もう。まあ主観だね。僕カオリッキー好きですよ。おお、うん、あ、なんか前聞きましたね、カオリッキーは。そろそろゴラム早う。ピンクって豚の肌かな。もっともっと竹もっとね。鈴丸さんが狙っていた澤穂丸さんが結婚したそうですが、一言どうぞ。あ、よかったです、見つかって相手が。うん、あちゃんも前回前回だったよね。あ、チャックね。これ何の演出なの。これジュピター流れ始めたけど。うん、Every day。 あ、お、ギジー。これで虹さんまで行くといいのか。赤だぞ、でも。明日、赤堀江。違う、朝一からパッチャ行くって いらっしゃいますか。何言ってるでしょうか。リキ人妻だよ、みたいですね。そうなんだ。ゴトワンちゃん。あ、ゴトワンちゃん、虹、うん、さん。あ、ジュピター。あ、こそ暑いんじゃないの。これも暑いっすね。わかんね、これこれも暑い。何だろう。超赤い前回。そうなの、澤さん結婚したの、おめでとう。塩姉と女の人なの。お姉なって噂もあるけど、女の人ですよ。俺はライターの成田優子かな。あの、お姉ってオグネじゃない。あれ成田優子ちゃん。成田優子ちゃんはあれですよ、酒パワーの放送とか出てましたからね。普通に僕はあの会社で一緒に仕事したりとか。しまった、しまった、来たよ。あ、これこそ激アツじゃないですか。これこそ激アツでしょ。はい、招かれざる者よ。はい、行こう。ストック行こう。我が拳で砕いて死んぜよ。警報頼まい。神様来たよ、神様。あ、来たかな。俺これ外した。俺は熱いよ。俺外した。俺もこれ外した。少子。文字何色。赤なしか。白。文字白。これ、まあ、赤だったらもう一個あったんだけどな。俺も文字赤かったけど外れた。どこも熱くない。これ絶対外れるよ、これ。あんまだって。あ、なにこれ、激闘ゾーン。激闘ゾーン。緑。弱。緑だよ。神様出たら当たるんでしょ、来た。
これ確定じゃないの？全然全然ほらやられた。この後なんかなればいいんだよ。いやもうストック1確定ですから。この後ガシュンが、うん、あ、ドックン来た。ドックンがドックン来る？ドックン、あ、ドックン来たよ。サンさんって日本人の男性と結婚したの？前は学校。おおお、何これ、はい、はい、ストック2当たった、当たりだ、これ当たり、あー、フリーズした。当たったよ、みんな当たったよ。ごめん、邪魔した。あ、これさ、フリーズ、あ、わかんねえ、これわかんねえ、これで当たるかどうかなんだっけ。これあれじゃないの、最後の審判、いくよー、ストック3つ目嘘やん。え、でもこの後復活もあるからね。嘘やん、これもうストック3つ復活は、おぉ、いたー、バコーン、当たりー、来ましたね。よかった、イカ当てれたよ。これであれでしょ、今のストックなしでしょ。なし、ありがとうございます。なんか違和感あるよね、黄色でさ当たってるって、うん、アトロクさん、これストック4つってことですね。嘘でしょ、ね、4つくらいありますね。4つですね、はい、フリーズは確定ではないですよ。ストッカー、うん、ストックおめでとうございます。はい、おっさん復活、はい、いらっしゃいませ。いや、当たってよかった。本当だよ、よかった。スズマルみたいに寒い感じで終わんねやだったよ。炎上してよ、やばいやばいやばい、やばい、ライトさんのやつね。でも入んないんだよね、これ。なんてまどろっこしい台なんだ。ようやくだな、こっからが地味、本当でも当てれてよかった。これで右打ちになるんですか。なんないです。はい、もう一回左から。黄色なんでなんないです。 ST200 回転のうち124分の1を引けばまた右打ちに昇格する。これでさ、プチュンプチュン引けばさ、神の啓示、プチュン引けばまたスライターは、ナルミンが可愛い。ボタン一撃でチャレンジモードを獲得せよ。超破壊様おめでとう。キナナいけ、アイコンは何発で交換できる。アイコン、エアコンか。エアコンないですよ。演出長いな、煽りすぎだろ。これ出玉はないんですか。いや、出玉出てます、出てます、今、はい、今右打ち中ですよ。さあ、どうだ、来るか。ここは薄いけど、えい、来たー、来ました。俺入れちゃったよ、やるね、ここで引いちゃった。オートラッシュ。ちなみにね、今日ね出勤前にね、某近隣のお店でね、ゴット引いてんだ。そう、犬3回だけど、ゴットラッシュになったら右打ちですね。あー、でかいね、これ。いやー、やりましたね。やりましたよ、鈴丸さん。これダメですよ、もう。近隣店舗でゴット引いたの。ゴット引いた。じゃあストック5回ですね。嘘でしょ。はい、追加でーす。バカ野郎何ラウンドでしたか。これは一応16扱いなんですけど、はい、出玉自体は5ラウンドほどしかないやつです、ね、はい。これで ST なの？復活はラッシュ確定？これさ、7パー引いたらさ、これもうあれストックだよね。バカじゃないの、もう、ストックだらけじゃねえか。言うな、あっちゃんが傷つくだろう、カツラなんだから、すごい。これで ST なの？復活はラッシュ確定、どうなんだろうね。いや、復活別に ST 確定じゃないと思いますよ。6ラウンド、超回おめでとう、ち。ゴッドの人引いちゃったよ。プチュンで保留連だけ確定。だとしたらゴッドのオ、OK、ケ寂しくない？寂しい、ね、素敵。サポ200、熱々タオルはゴラムにして、鈴丸仕事しろ。仕事してるよ。ジャッジメント、当てないことが仕事です。あ、終わった、ダメだったすんって、これ終わんだね。ラッシュ中の当たりはラッシュ、なんかラッシュ確定ですか。ラッシュ確定、右打ちはラッシュ確定。はい、これさ、ジャッジメントの疲れ方が切ないね。うん、これ次当たったら2400発ですか。うん、さよう。超破壊駆け抜け7パー引いた、ここから2400発が鬼連よ、ね、ST 落ちたらもちろん多めのストックだよね。これ嘘でしょ。鈴丸も文句しか言ってないぞ。これ鈴丸さんの心の声、超破壊そろそろ台交換しようか。これどうやって当たんの当たるよ。昨日とかキャプテン翼めっちゃ連チャンしてたから。まあじゃあ明日電話するしかねえないや、あんま文句言いすぎるとやっぱさ、うん、そろそろ業界ナンバーワンになる会社だからね。ああ、そうね、やられる。12月納品できないかもしれないから。終わり。鈴丸ボールは友達になったか。なれないよ、もう。拡大か、G ゾーンに来ないと当たんないよ、ね、とか。拡大演出ね。マジキャプツバ G ゾーン入れば当たんの、うん、G ゾーンねえよキャプツバじゃねえよ。コムが連チャンしてた。そうだね。まあ、あと25分です。関西にいる可愛い矢吹さんは普段どこにいますか。あの放送中寝ちゃう方のね、寝てましたね。普段は見かけかな、はい。キャプツバは SP リーチで S ドライブでないと当たらないと思って、うん、コムスペシャルドライブシュート来ないと当たらないっていう、うん、そう、コムは昨日7連してましたよ。おお、うん、あ、3人でやってんだ。昨日はそうですね、コムね、はい。壁に、じゃあ台に壁ドンしたら当たるんじゃないですか。マジで、うん、ちょ一回やってみようかな。やめてやめて
汚い顔だなあ、まだ何 見てんだよ。激アツだって。え、激アツっていう旗が刺さったよ。またあ、またまたそうやって、どれどれ。いや、もうなくなった。あれ、そう、ここに刺さったよ、ここに激アツ、うん、あれじゃないの、選択肢として出てきたパターンじゃないの。これでストック3つ。そう、ストック3つ。もうストックばっか増えてってさ、何なんだよもう当てさせろよ。赤、俺に勇気をくれ。おい、変顔はいいから当てろ。買う自信があるならこっち向いてよろしいっす。ああ、ダメだ。カットインあり。これもうダメだ。お、ケツ転敗したよ。ケツ転敗全然ダメだったわ。ケツ転敗っていいんじゃない、うん、いや、ケツ転敗、あのね、なんか煽られただけだった。マジ保留ないのにやられたから今。ああ、ダメだこれ。これもまたダメだ。キャプツバってボールしか止まってないの。そうだよ。そこまでドライブ待ちでもないけど、何が熱いのかがいまいちな。ぞ、ね、業界ナンバーワンになる会社ならこれくらいの文句にも大人の対応してくれるよ。打つ人あっての会社でしょ。なるほど、ね、いいこと言う、いいこと言う、うん。ゴートでさっき野菜831って出たけど関係ないの。うん、野菜関係あるんじゃない。よく出るよ。いや、そうなの。結構ね、スロットはよく出る。あのしょうもないね、ちゃん、あのチャンメみたいのはね、結構出てくる、うん、あれじゃあ721出したら、あ、ストック1個だからね。なんで。なるほどね。721。あー、それですか、うん、721前にカキンくんが072ならシャメで送ってきましたけど、ね、721だった。昨日、あ、違う違う、反撃。昨日のコムはキャプツバでボール役者のレインボーを見せてくれたんだ。おー、すげえ反撃って、ね、すげえ、これ何、これ激アツ、これ激アツ、激アツ4つ。いや、よっそく4つ、はい、増えてんじゃねえか。どんどん。質問です。親分と放送してた時、親分のことを嫌い言うてたけど本心だったんですか。え、なわけないです。鈴丸はなんでたまにしか放送出なくなったの。昇進でもしたんですか。あ、昇進、昇進、はい、昇進です、はい、おい、早く魚群出せ。キャプツバ熱いよ。お、いいよ。赤い、赤い、これマジ熱い。やばい、5回目、はい、5回目。そこ、鈴丸超赤い。好きなアニメは。え、今、今、ちょっと待って、今待って、大事なとこ、大事なとこ。赤来た。鈴丸0721いつやった。赤い、暇だから俺の数字も0721で揃えよう。チョファッカイは完全にガンダムが好きです。はい、これが S ドライブ、SP ドライブ。ボールを相手のゴールにシュート。おめでとうございます。鈴丸も当たりました。よかったよ、最後に2人で見せ場作れたよ。これでも当てたよ。よかった、2台とも当たった。バトルドーム違うバトルドーム、出せーゴール。鈴丸おめー。午後1時半からの平塚だね。はい、うん、ダメだダメだ、6だ6だ。まあまあでもだ、大丈夫大丈夫、俺みたいに4でも入るから。保留はいらなかったね。うん、俺 7% だよ、俺こっち 7% だよ。頑張れ、うん、来た来た。ちょっとやべえ、あと100回転しかねえよ。はい、保留普通だった。江頭役もね。あ、さっきのがスペシャルドライブシュート。そうそうそう、あの音楽が、あの女の人の歌流れるやつが全然イヤホンして聞こえなかった。うん、やばい、ゴト当たる気がしないよこれ。あれ超エキサイティング。おいおい、どっちも抜けたら圧力ストック中な。これ SP 前半でレアボール予告の時点で、なんかボタン、おいいんじゃないこれ、もしかしてゴトチャンスかな、わかんない。高回転、高回転、超高回転。あ、7、クソが、クソが。今から今から、ゴラムがスイッチ押したのか。 SD 入らず脱線のオチだろ。お、赤エフェクト出ればスペシャル、決定だよ。連打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 、頑張れ。おー、あー、ダメだー、単発ダメだダメだ。いや、俺もなんか変わんねえよこれ。単発フラグだよ。けど引き戻しはいいんだろ。引き戻しは100回転で、100回転で AT 入らず、出せのうちやろ。しょうがねえな。赤い、あ、これ読んだね。圧力の好きなアニメはマイチングマッチコ先生だから。懐かしいな。ラブライブだって14ラウンドに来た。コンロで連打するのは大変そう。14ラウンド目に復活がある、うん、なるほどね。ちなみにアニメはね、俺コードギアスが好きやろ。ああ、ギアスね。 DVD も持ってるよ、うん、まあ面白いよね。面白い。あれだからね、来年楽しみなの、コードギアスのスロット、うん、ああ、出るね。そう、うん、コンロで連打するの大変。お願いだよ、いやだよ。そう、押しっぱで連打になる。そう、14ラウンド、あ、これ言うんだね。キャプツバって、もう少林サッカーだよな。
おしっぱで連打ならなんかなりますね。体休ませるだ。圧力いつ戸塚でデブライブやるの。うまいこと言ってんじゃないよ本当に。鈴丸スーパーマンみたいだな。どっちも抜けたら本当にあとはストック100な。うかつあるよ。あうかつもあるそうですよキャプテンが。復活しよう。13? ガロもね、うん、14ラウンド目で14ラウンド目何もなかった復活して、うん、15とか V チャンネルになるんで14ラウンド何もなかったよ、うん、ってことは単発ですね。単発ですね。ここですね。この時はその最後はちょっと泣けた。しょうがない、ゴッド駆け抜けそうだな。ネットのカキン君がやっとコードギアスのなんか全回転見れたってなんか、うん、キャッキャしてました。はい、ネットの水着が似合いそうなキャラでラブライバーの評価はすごかった、違う、少林サッカーがキャプツバなんです。そうそうそう、少林サッカーがシュートとキャプツバリスペクトしてますって作品だからな。ラブライブとアイドルマスターの区別がつかない。こっちがいいのはどっち？ラブライブだよ。無理だよ私。加速忘れた。あっちゃん安心してるから加速。ラスト50だって。上回やばいよ、うん、もう42回転だよ。やばいね。ゴールデンコンビよ、降りろよ。キックオフ頑張れ。3-4-2とかさ、124分の1か、厳しいな。打ってみたら美咲君、うん、あら、あらあらあら VFX？ あ、ダメだ。あとくラブライブのおすすめの曲をしてて、スノーハレーション、その台って大枠の上から石崎君の顔とか出てこないの？出てこない。この放送で超破壊が好きになりました。あざーす。よかったじゃん超破壊。あざーす。ただ最後に大事なお知らせがあります。うん、あれ、あ、来る、来るの、来るのか、お、お、117、あ、来た、チャンス、なんだよ、いや、当たんじゃんよ、ジャッジメント。さあ、どうでしょうか。あー、ダメ。放送で流していけない言葉で一緒になった。 B ワールドでもキャプテン翼は稲妻イレブンみたいって書いてた人が逆だろうって あれてたな、うん、まあ、キャプツバの方が先だからね。ゴッドゴッドは当たっても通常と変わんねえな。本当だよ。ハロー性の、ハロー性を数えてたろ。もう一回みんなの方を聞きたいから頑張って。皆さんはお盆休みあるんですか？ないですよ。はい、欲しいくらいですよ。信者がうるさいのが、ラブライブ。信者が何臭いって読むだろうのが合います。合います。転勤するのか超破壊と、うん、超破壊転勤する、うん、転勤です。だってかわ、あ、可能性感じたんだ。あ、だって可能性感じたんだ。何の曲？そうだ、ラブライブ、知らねえうるさい。2人とも単発やめて。 お遊びでアイドルやってるのがラブライブで、職業でアイドルやってるのがアイドルマスターで OK。 弾けねえよこんなの。7パー引いてスーって笑。圧力ライターを持って新ルパン打ってきました。なんと2連もして先発ジャック出ました。これは奇跡でしょ。わーすごい。ジャッジメントクルーメン間違った。ゴット抜けそうするかな。これだからゴットは敬遠されるんだよな。やばいねこれ。すげーわ。どこに行くの超破壊。あっちゃん漢字はすぎるだろう。漢字間違えてた。お盆期間も、放送あるのあります。さよなら超破壊。いい最終回だったよ。歌うな圧力。2ちゃんに鈴丸スレ立てるから遊びに来てね。あ、いいよ。メイトゥモロー。じゃあのまとめにもアップしといて、うん。さよなら超破壊。オカルトないの？オカルト？うん、オカルト？オカルト情報？うん、なん残り10回転だよ。やばいよ、もう無理でしょ。一回止めてみたら。いやもう無理でしょ。で一発ずつやってみればいい。いやー、やばい。演出起きずに終わんのこれね。まあ時短だからね、ヤクツバは。まあガロもね、結構演出で終了するパティンあるからね。いやけど演出欲しいな、せめてこの俺が止めてみせる。オクラマ、オカルトはブラマヨシダさんうち。あ、もう無理だよ、今更やめても。確かにね、終わっちゃった。駆け抜けたー。駆け抜けた640、見習い天使。はい、あ、1本しかねえ。ちょっとだー、やばいなこれ。これは弱いなー。もう ロトパチ打ってるよ。ロトパチ鈴丸キャプテンスカイラブハリケーン。おーおー、鈴丸は時短中引き戻した。やべえ、マジか。やったやった、強えな。それであれでしょ、するでしょ。やっぱりねキャプテン翼なんだな。いやいやいや、俺スカイラブハリケーン持ってくから。鈴丸意味が分かんない。
俺スカイラブハリケーンできっから。キャプテン翼はどんなの？人じゃねえよもう。キャプテン翼ですか、うん、クソだです。いや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 、おかしいよ。当たってるから。うわマジか。保留何色だった？保留、保留なんもない。やっぱり平塚全身タイツの放送がいいな。持ってやりましたねこの間も。スカイラブツイッシュ、ゴッドの ST たこ焼き店長が最後の1回だって言った。すげえな。見直した。ダッシュダッシュダッシュ、引き戻した。ダッシュダッシュダッシュ。みんな知ってんのかなこの曲。日本日本日本、シュート演出はキャラに信頼さあ信頼度差がない。ストーリー演出が熱いくらい、燃えてヒーロー、超破壊。ゴットはゴット終わったよ。終わったよ。もう燃え尽きたよ。いいだい。ゴット俺は好きだよ。あ好き、俺は好きだよ、ゴット、まあ、ゴットはねやっぱ俺ひたすらに打ってられるもん。スロット打ったことある人は結構ねいいよねこれね、うん、これ我慢の台だから、うん、自他順に引き戻せばいいだろ。バイスズマル鈴引き戻しちゃう、うん、いつも引けないのは簡単な仕事だ。いつも彼ねまず初当たり引けないから、マジで最近のねハマり具合半端ない。半端ない。基本1000超えるからね。しかも1000超えそうな台しか打たない。そう、客物バーはクソ台じゃないのか、キックアンドザダッシュ、あっちゃんもうカメラはキャプツバだけでいいよ、出れば何でも神台です。十字キーで燃えてヒーロー流せるよ。あ、にしたよ今そうにした、当たっていてもクソ台って言えるスズマ、あなたスズマル、あなたは何者だ。俺ですか。人です。有名な人間ですよ。小市民、小市民。スズマル、お前たちはガッチャマン。スズマル、アイーダの歌歌って盛り上げてくる。アイーダどんな歌？わかんない。アンハラハラエイアーアーエイアーエイエイぽくない？いや違うでしょそれ。アンハハハ。今日18年してきたけど燃えてヒーローがヒーローか翼よ走れしか流さなかった。マジ？キャプツバーは金色打ってるやつからしたら、うん、まだ全然いける。あなるほどね。あ、キャプツバパチになることで沖田さんの歌もまたみんなに聴いてもらえてよかったね。ご冥福をお祈りします。そうですね、確かに、うん、いいものは残っていきますから ね、うん、さあ残りが約10分ちょっと。いやもう2500いかねえな。今日はちょっと厳しそうです ね、うん、V を狙え。せっかくな7%引いたのにな、うん、これが君と僕との違いだよ。マジでもう最近こんなんばっか引いてもねそっから引けない。入るんだよ、うん、入るんだよ。今日ゴッド引いたんだよ。犬の首が9匹出てきた、うん、最悪だ。たまにあるけどね。お前たちは呼ぶんだ、初めて初めて。あ犬3回かね。鈴丸ボヘミアン流して。ボヘミアン、うん、当たりボヘミアンないよ。出ますね。おやすみなさい。ガンダム好きなやつらだったキャプツバいけいけ。あやっぱそうだよね。おなんか来た。あ緑保留だ。おジャパン、ね、ガロだと緑保留しょうもないから ね、うん、あヒューガ小次郎出た。小次郎おいけい。ダメだった。これも読んだかな。がああそういえば今日三星保留を残したとと。マジで、あと刑事とルパンみたいに ST 中にレギュラーとかないから安定、うん、出玉安定してるのが強い。ゴッドって4パッチでどれくらい回るんです。それはお店によって違うんですね。そうですね、キャプテン確かに甘いように感じる、うん、超赤い気持ちは分かる。リスナー気持ちは分かるよ。引いても引けない。そう本当に引けない。しかも同じようなサイズところまた来たよこれ。かけるケロシアンする。あっちゃんキャプツバ打ってる。超破壊の気持ちはよう分かる。台の不思議なところは390分の1とかは引けるのに ST 中とか高確率は引けないんだよ。本当引けないんだよね。これ腹立つよ。鈴丸初代チャンス出して。ダメ 50% じゃん。初代チャンス引きたいよ。初代チャンスとかあんの？ないでしょどう考えても。多分だよね。ないでしょ。初代もクソもないでしょ。そこれ初代じゃん。流行ってるか。流行ってるなんかアプリってあります？なんか
流行ってるアプリゲームとか。最近ねモンスターギアにハマってる。モンスターギア、あとパワープロくん。あそう、うちね二分裂してるんですよ。はい、FF のあのレコードブレーカー、あレコードキーパーか、うん、あとパズドラと、いやもうあれやめたっす、の種類と、あとパワープロとか、うん、そっちの種類と、うん、二分されててですね、うん、あんまり統一感がない。昔はみんなパズドラやってたのに。あーなんね、大阪から平塚に行こうとしたらどう行けばいいですか。大阪から新幹線で小田原まで降りて、はい、小田原から東海道線で平塚以上。お閉まったよ。絶対当たんねえやつだねこれ。トゥ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 、そうそうそう、はい、かないよねこれ。あヘルナンデスのゴールを破れ。これ熱いの？オリンポスモード。いや、二角。なんもない。いや、小当たり。小当たり。うん。はい、小当たり。小当たりだね。そうだ。思い出したようにコーナー出てくるね。で無理やり使わんでもいいけどな。おーおーっていうのがいいだ。青堀流がチャンスダウンと感じる台が多いけど、そうだね。チャンスアップになる台ってありましたか？あんまないね最近。青堀流のチャンスアップはあれでしょ。青堀流じゃないけど青文字が哲也。哲也。哲也青でチャンスアップのはず。緑より。何の初代だこれ。初代チャンスないけど激アツの黄金コンビ。うんうん。ってのが、見たいキャプテンとか。あ三崎くんね。うん。ロシアンしてほしい。あこの ST を3人で回して抜けたやつが罰ゲーム食らうとか。やる？あと80回ある。どっちでもいいよ。どっちでもいいよ俺も。うん。うん、ただなんだから、ただなんだかんだでパズドラに残る人が多い。黄金コンビでゴールを目指すだって。これはね、これ熱いじゃないの？リーチかかれば超熱い。あ、かかればね。あ、かかればパーティーです。ダメだ。ゴールデンコンビ、アオリはあんまりテンパらないけどオープニングは結構テンパある。青堀流で期待できるのはゴーストネオくらいかな。ゴーストネオね。ゴーストネオね、あったね。JB。あったね。JB。緑。緑保留で期待できるのは、ゴーストぐらい。ね、あ、なんかこっちこそスルーしそうだわ。今は鈴丸が打ってれば、次当たったらロシアン。あ今ネーターが好きだから、ひたすら一パッチ打ち続けたい。あ信頼をね、うんうん、圧力ゴールデンって読むなよ。ゴールデンコンビ、あ、黄金って言うじゃったね。ゴールデンコンビ、ね、チャンリオはアプリ、サンリオで顔作れるやつ。ああ、最近よく見る見る、ツイッターとかで流行ってるよね、うん。あ明日地味に海とかな。あ、それもありですよね。緑保留、はい、緑空気ですよ。緑空気なんですよね、ガロといい、ね、そう。このまま同点で終わらせてたまるか。俺たちは守り切った。頼むぞ翼。ああ翼。さあどうでしょう。リーチすらかかるのかな。リーチはもうかからない。あやっぱガロと一緒か。ブルーエージェント入れたい。さあ残りが50回転48もだ、はい、無理かな。どうだろうね。パーフェクトフェイスオブ鈴丸、この青セリフ2つでテンパイして逆に暑いのかと思ったら普通に寒かった。ダメ ね、 ね。なんじゃなんじゃなんなんじゃ。ネクストなのか。こっち向くな鈴丸じゃねえ。あと1人。著破壊のそのモードって何ですか、うん、これただの密です。あ一番上まで行ったらだって潜伏確定ですよね。圧力、うん、の好きなアニメは深夜のエロいやつですか。いや深夜は大体僕は仕事してますからね。 UFO プリンセスって知ってますかね。知らない。ワルキューレってあったんですけど、それが好きでしたね、うん、アニメ。翼の ST は赤保留でも信用できない。今日初めて超トランスフォーム外しました。あら緑保留だったから怪しいと思ったけど緑保留ダメですね、うん、やべえ終わったこれ。これはキャプツバの ST もするかな、ね、終わったっぽいね。せっかくの引き戻しをするか。そろそろ解散かな。もしかして潜伏みたいなケースモードだよ。ゴッド3点差か。いいハンデだ。これ終わったら罰ゲームしようか。うんね、うん、
誰か何発受けるんだ、うん、超破壊9回でしょ、嘘でしょ俺5回でしょ、嘘でしょ、圧力さんだってあれじゃん、当たった分あったじゃん、え引き戻しの分、えあれだってプレミアじゃねえもん、お通常ですから、お通常営業です、お圧力さん何回、はい、7回、痛えな、これ痛えな、君らスルーしすぎやろ、いやこの最後のさ、この最後の4個で当てるしかないんだ、うん、この最後の4個で引いたら勇者だよ、スーパー頑張れゴールキーパーだ、ゴラム出そうにないから寝る寝るね、ゴラム来ないよ、うん、次はゴラム出るように言うといて、はい、どっちもやし入ってから当たってない、ね、そう、おい鈴丸なんで時短で引けて確認できないんだよ、そうだよね、そこだよね、大津ギターにそっくりだね、知らないよもう、パーフェクトフェイスオブバンブルビー、見てたよ超破壊、キャプツボ終わりと和骨カギン君いらっしゃい、 UFO プリンセス見てた人いたんすね、うん、いやね、あの時代のね、夜のアニメ好きでしたよ、あ、好き、はぁ、地球防衛隊、真央ちゃんとか、うん、見てても心折れる、地球防衛隊、うん、真央ちゃんと、なおちゃん、真央ちゃん、赤松健が書いてるやつ、ラブヒナとか、書いてる人、いや、あれ、ネギマでしょ、そうそう、はい、反省会、頑張れ、大バッサー、でも見とけ、ドライブシュート今ライガードとか好きやったけど9点は超やってる、大大大大バースター、よし罰ゲームだ、あと赤堀さんものね、うん、ロストユニバースとか、赤だ、赤堀、いや赤堀じゃない、赤文字だけだったから、あ、じゃあ10だ10、ちげえよ、アツロカスポーツは見るの絶対弱いじゃん、罰ゲームかけて頑張ってる2人を尻目に飲んでましたカキン君、赤松さんならあの野郎 AI が止まらない、あーいいですね、サーティーすっげー可愛かった、あれね、あれ面白いね、うん、激アツ外した回数だと思ってたのにこの際大量に罰ゲームしとこう、罰ゲーム激アツが出た回数になっちゃったの、パーフェクトフェイスオブ圧力、ちょっと用意していきましょう、はい、じゃあちょっとね、もう時間のも2時に近くなってきましたから、ちょっと罰ゲームの用意をねちょっしましょうか、じゃあやっぱさ、ちゃんとお湯が銀君や入るところを見た方がいいんじゃないねえ、圧力さん、はい、あのカメラワークを、カメラワーク、じゃあ、あそっか、別にお湯入れるところだって見た方がいいし、ちょっと待ってくださいね、荷物をこれ辺を片付けないと、ちょっと待ってください、じゃあちょっとカメラ切り替えますね、じゃあパトレーバーみてえな、お湯入れるとこをさ、ちゃんとさね見せない、そこが限界、ここが限界かな、コード類をちょっとですね手前に引っ張ってもらってもいいですか、いいかな、ちょっと待ってね、うわ、マジだマジだとか言って、はい、ということで平塚名物ポットくんです、ポットくんです、見えるかな、もうちょい湯気見える、もうちょいこっち、で後でねこれツイッター上げとくからやばいよ、今超入れてんだよ、はい、ということで今日の罰ゲームは、ね、結構入ってるよ、やばいよあれ、タオルに熱湯熱いよ、ちゃんと電気つながってますからね、いらっ、やっちゃった、何してんの、入れすぎた、大ガード最悪だよ、課金くん元気、大ガードいいですね、じゃあちょっと行きます、沸騰してるしてますよ、はい、これ課金くん最近見ないね、2人とも学園駆け抜けたしプラス3で、課金くんってどこの店、平塚店ですね、うん、はい、じゃあまずモテねえじゃんそれ、何してんの、入れすぎちゃった、何してんの、やばいよ、じゃあ、店長、先に、ゴラム先に、はい、先に、はい、マイクと上脱いで、そうですね、上脱ぐの、やけどは注意だよ、やけどするでしょ、完全に、ちょっと待って、これさ、マジであっちいやつだ、ごめん、やっちまったわ、いや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 、ごめんじゃねえよ、入れすぎた、入れすぎた、お湯の量ね、うん、お湯の量入れすぎた、まあ、そりゃしょうがないよね、あー、やーべえ、上脱ぐよ、カキンくん、暑いもんだ、タオル持てないもんだって、もう、あっち、罰ゲーム安全そうな日に出ます、ちょ
あちゃんは米数と同じストックだから何回だっけ。あつ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 、まずあちゃんから罰ゲーム受けようね。ちょっと冷ましていい。ダメダメでしょ、罰ゲームなんだから。もう一回浸す。熱い熱い。ちょ待って、こう手のとこだけ絞らせて。あっちゃん。まずあっちゃん何回何回ね、何回だっけ。結構あったよね。え、9回。いやーきついと思うよ。きついと思うよ。ちょっと待って、軽いやけど。はよ、ちょっとバカ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 。ここ今やってんだよ。もうやってんだよ。これ何の放送なの。いくよいくよ。ちょっあっち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 。 SM 番組みたい。あっちあっち。 SM 番組みたいになってるよ。塩用意して塩。いやこれね、うん、もつがやもう暑いんだ。あっちちょっと待って、俺も脱ぐわ。いやいや、まあ、夏だからね、暑いもんね。はい、マイク濡れちゃってやめ。そうですね、機材はねちょっと横に受けておいてもらってね。暑いと思ってます。あ、暑いより先に痛いが。暑いがね、そこを冷めてる。この寒いしね、痛いしね。なるほどね。はい、ということでね、プロレスラーです。プロレスラー。あー、2人とも上半身裸だからね。面白い。面白い。伝統芸能かな。不女子歓喜。次はろうそくかな。 SM 専門店ですか。ブチブチ。ほらほら、圧力も脱ぎなさい。僕は今日はやらないですよ。子供は真似しないでくださいね。本当ですね。我々は訓練を受けてますからね。これできるんですよ。課金くんもこの罰ゲーム、見て笑ってるかな。ムチ持ってきてちょっと画面に入る位置でねやってくださいね。はい、ということで、じゃあ次は鈴丸の何回？これ面白いよ。カッキン君並んで買ったの抽選。あえぐなよ。いやはい、何を言ってるんですか。僕は今日は大当たりを副隊とも引けたんでね、僕は今日はないんですよ。これやべえよマジで。やばいでしょマジで。そんなのは僕はやりません。明日も仕事がありますのでね。はい、じゃあエンディングいきましょうか。軽い喧嘩じゃないか、本当にもう。圧力もやれよ。あ、すいません、申し訳ないですね。はい。はい、並んで、挙手制？子供みたいだな。まあね、告知。男の子なんてそんなもんですよ。まあそうですね。あ、死ぬかと思った。しんどい。しんどい。痛いよってか。そう、痛いんだよ。暑いよりも痛い。あ、暑いより痛いの方が先に来るんだ。いいよいいよ、面白い。ありがとうございます。あと逃げるのか、逃げます。圧力さんはね、じゃあ、はい、課金この回で。そうですね、僕は今日はだって大当たり行けなかったらっていうね。あと2400名も行ってないしね。もうなんかこんなんじゃ僕は動かないっていうのをね、ちょっと視聴者に見せておかないとね。圧力さん帰りますか。え、帰る。どうぞ。帰る。裏口から圧力やろうよ。これは友情性だからやるに決まって、よくわかんない。友情性の意味がよくわからないね。はい、じゃあ、プレミアになったら、プレミア会員になったら、あれでしょ、プレミア会員10人登録したら、ああ登録とかね。でも何コミュニティ作ろうとしてんの。出ないんだよねこれね。圧力安売りしましょう。圧力だから熱いの6。この人たちおかしいよ、遠い明かきくん。あっちゃんやらないなら次からあっちゃんの番組見ないですよ。それはしょうがないですね。僕あんまりこういうの向いてないんですよね、罰ゲームとかね。あれ1400じゃなかった、違いますよ、2400でしょ。はい、ということでじゃあ最後に告知お願いします。はい、痛いよ。体中なんか真っ赤だよ。13、はい、3、13日、はい、
アイドル、既婚アイドル育成プロジェクトとして、はい、既婚なスタッフの矢沢彩菜ちゃんが、はい、まあ、コスプレをして、はい、ホールを回ると、はい、あとお客様とね、はい、話していただいて、はい、まあ、交流を深めてもらうという、はいはい、ものがございますんで、はい、まあ、まあ、朝からね、うん、朝から回ってます。はい、ということで、ね、ぜひとも。13日は何曜日です、はい、金曜日違うよ、木曜日木曜日か、はい、木曜日アイドル育成プロジェクトということでね。あと、あの、よかったらね、僕のシールあげるから。ああ、鈴丸シールもね、そうそうそう、ぜひ皆さん取りに来てください。鈴丸シールと、あと言っちゃえば鈴丸の、うん、あの名刺もあるよ。ああ、名刺もね。そうそうそう、何でもあるね。そうということで、たくさんありますので皆さん遊びに来てください。あげるあげる、はい、はい、著白海の転勤先発表はないんですか。はい、ああ、著白海ですね。はい、著白海、うん、キコーナーやめるってよ。超破壊、超破壊、キコーナーやめるってよ。新しい、うん、新しいね、やめるってよ。新しいね。なんかね、うん、夢だったね、アパレルの仕事がやっぱ諦めきれない。そうなんだ、夢をなんか追いかけてて、うん、そっちのアパレルの方にちょっとね、ラストチャンスでね、うん、しっかりしてください。あー、ラストチャンスで、はい、ちょっと年も年なんで、もう27の年なんでね。なるほどね、最後で頑張っていきたいということで、もうね、ゴラムはね、うん、はーって顔されましたよ。お前今なの、うん、みたいな顔されて、うん、まあでも本当夢をね、はい、追いかけるっていうのは、ちょっと最後にやりたいなと思ったんで、大事なことですからね、ね、はい、人生の中でね。じゃあ、もうそちらをね、頑張って、はい、ありがとうございます。成功させてくださいね。まだまだいるんで大丈夫です。はい、はい、まだ。そうですね、はい、やめるんか、オクラホマかよ。あと、オクラホマじゃない、じゃあ、オクラホマだから。うん、2人ともまだ若いんだから、体鍛えないよ、だらしなさすぎる。でしょ、うん、もうね、おっさんだもん。真面目で、マジなの、マジでやめちゃう。ガチです。そうですね、はい、会いたい方は本当に早めにね。はい、すいません、なんか1ヶ月後とかにすいませんって、またいたら、来ていただければいいですけどね。はい、ダメだったら戻ってこいよ。いや、それ会社が許してくれることだから。だいぶ、だいぶ手戻り OK だから。いつまでいるんですか。一応8月いっぱいはいます。まあ、いるということなので、はい、ぜひとも皆さん、あの、著白海もね、ぜひちょっとお声かけていただけると。声かけていただければね、もしかしたらみんなの声で、はい、残ってくれるかもしれないね。まあ、それは分かんないですね。お前、意思ゆるすぎだろってな。また帰ってきてね。夢に向かって頑張って。ありがとうございます。はい、ライズアップ。著白海ツイッターしてないの。ツイッターしてないの。ツイッターしてますよ。お、ただ、あの、個人的なことしか本当つぶれてないですね。でも最近だと、うん、あの、うん、なんだろう、台当たったとか。名前は、え、じゃああれじゃないの、あの、今から作ればいいじゃん、あの、もう一個のアカウント作って。ああ、いいですよ。いやいや、今やるの。あ、ちなみに、あの、別にプライベートの、うん、普通に個人アカウントは晒してもいいんですけど、うん、あの、変なのばっかフォローしてますよ。ああ、じゃあ、はい、じゃあ僕が後でフォローしとくんで、僕のとこからね。はい、ぜひぜひぜひ。うまくいってください。はい、あの、ね、結構ニコ動の踊り手さんとか、はいはい、AV 女優とか、そんなばっかり。あ、そういうのが大好きということでね。はい。チェリックスとか作ってるかな。そうですね。真っ赤だよ、これ。チョーカー、今まで本当にありがとう。ありがとうございます。アンコールのネットプレゼントするよ。ここにあるよ、ここにあるよ、そこにもあるよ。来年の今頃は帰ってきてるかな。夢を追いかけるのは若いうちだけだから頑張って。はい、もうちょっと最後なんで、行かせていただきます。はい。夢はでっかく世界チャンピオンだってる。はい。何だよ。夢はでっかく世界チャンピオン。うん。あの、WWE とか出るんでしょ。え、WWE とか、ね、それで。ランディ・オートンとかそっち。そうそうそう。うん、はい、といったところね。今週の放送はこの辺で、終わりにするんですけども、次回の放送はつっくん、つっくんが出る予定となっております。いやね、つっくんとね、うん、ゴラム出たらね、もう相当面白いよ。あ、つっくんとゴラム、あの、収集つかない多分。もう平塚パークですからね、もうつっくん、ゴラムといえばね。まあそうだね。オリジネーター2人だから。はい、1人オクラホマいっちゃいましたけどね。つっくんとゴラムで、ね、うん。あの2人は完全なるオリジネーターなんで。つっくん、ゴラムと、あとは、うん、誰だ、あ、牛魔王か。うん、あとその3人かな、うん、確か、うん、その日は面白い放送だと思うんで、はい、ぜひタイムシフト予約しておいてください。はい、よろしくお願いします。鈴丸も夢だったらラーメン屋頑張れよ。いや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 、ラーメン屋に行くのが夢なだけですよ。いやいや、居酒屋だから。居酒屋、あ、居酒屋ね。調理師免許持ってっかんな、はい、うん、そうなんだよ。そうだよ、意外と持ってんだ、この面で。もっとコックだぞ、この野郎。この面で。まさか阿部屋もアパレル行ったのか。あ、私その下。うん、違うよ。うん、はい、ということでね、お疲れ様でございました。はい、はい、ございます。ということで、次回の放送2週間後ね、はい、やりますので。お、2週間後 ?23 だよ。あ、
言っちゃってもいいのかな、いいんじゃないの、あ、いいのかな、うん、じゃあ今日はちょっと重大な発表がありますので、ちょっと言いたいと思います。はい、8月23日の日曜日、はい、なんとキコーナー平塚店から生放送やっちゃいます。日曜日、にですね、営業中のホールから生放送ということでですね、はい、キコーナーチャンネルの MC をやってるですね方々が来てですね、お店で、実際に実践するというようなことをですね、なんと初開催したいと思います。圧力実践決定。見るのはね、生放送で見ないよ、もう。いやいや、お店来てよ、お店来て、お店来て生で見る、生で見てほしい、生で見ながら携帯でも見といてほしい、生で視聴数も欲しい、見て遊び来てください、はい、ぜひ。予定では僕だけじゃなくてですね、蒲田店を担当してるおにぎり、おにぎりも来たり、おにぎり来んの、はい、あと元戸塚の放送を担当してた団地沼よしえさんが来て、マジでよしえさんも来るの、はい、もうあの関東のキコナチャンネル担当してた、MC 全員来ますので、そうなんですね、はい、ぜひとも皆さん一緒に来て、一緒にね、店予約しとくんでどこにします、え、何も、ね、終わったからね、終わってから、そう、あ、それは全然いいですよ、終わってからね、なんかのオフ会みたいなのやっても全然いいですし、会費1万円でしょ、あ、最悪、高くない、高くない、何時からですか、まあまあ、まだ完全には決まってないんですけど、一応朝からね、まあもう朝一からね、あのみんな来る前からね、一番前になるんでね、もうこれ打つんだっつってこうね、集団でドーンって押さえてね、もうやってやるから、もうやっつけてやるから本当にねっていうのはないですけれども、まあまあ、 あのみんなと楽しく打ってたらいいかなと思いますので、はい、ぜひあのお近くの方いらっしゃいましたり、日曜日で休みだよという方がいらっしゃいましたら、ぜひともぜひ、8月23日日曜日、キコーナー平塚店遊びに来ていただければいいかなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。予定ではスロットを打つ予定になってますんで、はい、やっぱスロットローがね、まあ、あのほら結構見たいって方も多いですよね。そう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 、普段はパチンコですけどスロットやる予定になってますんで、ぜひ一緒にね打っていただければいいかなと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。はい、あそこはその日何打つんだということでね、ででででで、はい、ありがとうございます。ダンミツさんも来るの、来るなら絶対行く、ダンミツさんは来ないですけどね、まあまあいろいろ考えてますから、来ていただける方は楽しんでもらえるようなことをしたいと思ってますので、ぜひ来ていただけると僕が喜びますので、よろしくお願いします。はい、スロットか、お願いします。はい、1000円やる、1000円スロやるんですかおかしいでしょ、1000円スロ、カニ歩き、カニ歩き、1000円カニ歩き、怒られるからそんなのやってたらね、はい、といったところで、一応ですね、これからどん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 告知していくと思いますので、ツイッターとか、サケパーのブログとかをですね、チェックして、おいていただけるといろいろわかると思いますので、よろしくお願いします。はい、ニコノモおじさんは来ますか？ニコノモおじさんは多分来ないですね。吉江さんに会ったら抱きしめてもいいですか？あ、全然いいですよ。マジですか？俺行くわ。バトラー君来ますか？バトラー君同時に来ますか？バトラー君どうですかね、うん、まあ、気分次第だと思います、ね、バトラー君ね、あのバトラーとかね、羊ってね、名前感謝を受けながらね、うん、結構上から目線になる、うん、あいつはい、あ、アズケンさん交渉中ね、なるほどね、はい、といったところで次回の放送はだから8月23日になると思いますね、そうです、はい、そして、8月25日が次回の放送日になりますので、です、はい、遠くでねちょっと仕事あって来れないよという方はですね、ぜひ生放送の方ね見ていただければいいかなと思います、はい、お願いします。まいまいさん、まいまいさんはちょっと関西からはなかなか呼べないんでね、まいまいさん呼びたいな、あの夜の放送もねあるんでね、親分は、親分帰ってきてる、え、親分帰ってこない、え、帰ってこないね、関西だもんね、ちょくちょく帰ってきてるみたいな、はい、まあまあまあ、いろいろやりますんで、ぜひご期待いただければいいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というところで今週の放送はこの辺でお別れしたいと思います、はい、皆さんおやすみなさい、さよなら、おやすみなさい、ごめんね、だらしなくて、ジュース、バイバーイ、バイバーイ。